はい、それでは、19時回りましたので、糸満デジタル女子プロジェクト第3期生の、オンライン説明会開始いたします。糸満デジタル女子プロジェクト、いよいよ第3期、3年目なんですね。一昨年の第1期から始まりまして、本当に今年で3年目ということで、で、いよいよ3期生を迎えております。このプロジェクト自体は、糸満市の事業をですね、我々株式会社マイヤというところが、委託を受けておりまして、女性、糸満市在住の女性の IT 人材、ここには DX って書いてありますけども、デジタル人材の育成とその先の就労支援というところまで一貫をして、行う事業になります。で、司会進行を務めさせていただきます。私、株式会社マイヤの森山ジョージと申します。よろしくお願いいたします。はい。ということで、始めていきましょう。大丈夫ですか？準備は。はい。で、開始前に諸連絡が2点ほどございます。ここ記載しておりますが、マイクは必ずオフにしてください。よろしいですか？ご協力をお願いいたします。マイクオンにしてしまいますと、本日ね、今日、ズームを使って開催してるんですけども、参加されている全員にですね、お子様の声とかテレビの声とか周りの生活音すべて聞こえてしまいます。で、この動画、録画をさせていただいてますが、アーカイブ配信でその他の人も見ますので、みんなに聞こえてしまいますので、マイクはね、オフにしてください。で、仮にオンにして進行の妨げになる場合もがあった場合にですね、運営事務局の方で強制的にオフにさせていただくこともございますので、ご理解の上ご了承ください。で、基本的には主催者側とのやり取りというのは、この Zoom のチャットという機能を使っていきます。ですので、チャットボタンをちょっとね、もう立ち上げといていただきたいんです。吹き出しマークのところにチャットって書いてあると思うんで、それを立ち上げてください。で、なので、会の最中とかでも構いませんし、ご不明点とかね、へえとかほうとか思ったことな感じたこと何でもいいので、どんどんチャットを入れていただければいいかなというふうに思ってます。で、2点目です。お子様とか来客の対応は最優先にしてください。この動画、先ほどもお話ししたように、録画をさせていただいてます。で、アーカイブ動画としてお申し込みいただいたウェブサイトに後日必ず配信をいたします。で、ね、お子様泣いてしまったよとか、ご家族に何かあったよとかね、宅急便が届いてピンポーンって来たよみたいなね、そういった時はですね、遠慮せずに離席をしてもらっても構いません。で、ここの部分聞き忘れたとか聞けなかったみたいなのがあった場合はですね、アーカイブ動画をご覧いただければいいかなというふうに思ってます。ですので、お気になさらず周辺の状況を最優先にしてくださいということです。はい。で、ちょっと改めましてご挨拶をさせてください。私、本日のファシリテーションを務めさせていただきます。株式会社マイヤで執行役員を務めております森山ジョージと申します。45歳です。上は高校生、下は、中学生、2児の、父親でございます。はい。で、マイヤで創業時から役員として勤めてるんですけども、実はフリーランスとして長年ずっと働いているんですね。副業、兼業でやっていたりとか、いろんな会社さんを、お手伝いさせていただいたりとか、さまざまなパラレルワークをまさに体現をしている人間です。で、ここにも書いてるんですけども、もともとはね、音楽をやってた人間なんですね。レコードを回す DJ っていうのをやってましてですね。ただ音楽のね、世界って来年の自分がある業界ではないので、ちょっとコンピューターの会社にですね、転職をしまして、ただって言っても僕 IT のことが全く分かってなかったんで、コンセントを挿せばインターネットでつながるでしょうぐらいの感覚で、当時はね、働いてましたけども、そこからサラリーマンの時代になるんですけども、そこから副業兼業とかでいろいろフリーランスとしても活動を始めましてですね、僕のスキルセットというか、できることってここに上に書いてあるように、いろんな幅広くいろんなことやってます。で、その後、地方の企業に転職をしまして、副業兼業でもそこでもやっていたと。で、38歳の時に貯金0円で脱サラをしまして、家族の反対を押し切りまして脱サラをしました。で、そこからフリーランス1本として活動をして、そしてマイヤを、立ち上げる、メンバーとしても、メンバーとして合流するというようなところです。で、僕自身は神奈川県の藤沢市というところに住んでおりまして、江ノ島って聞いたことありますかね、その近くです。で、ちょうど2日ぐらい前に引っ越しをしてきてるんですけど、もともとは神奈川県の大和市というところに住んでまして、
そこで、FM 局があるんですけども、そこのラジオパーソナリティなんかもやってる、本当なんか多様な働き方をしているというようなところです。で、本当に、実はその、今回ね、糸満のデジタル女子プロジェクト第3期ですけども、沖縄全域でもね、いろんなところでもデジタル女子プロジェクトって過去にやっておりまして、沖縄本当何回も行ってます。ですので、で、しかも僕必ず糸満を拠点に、宿泊先は糸満にしてるんですよ。そこからレンタカーとかで動くようにしていて、なので本当に糸満よく知ってて、僕にとっても本当第二のふるさとじゃないかなっていうぐらいの、感覚でございます。ちなみに僕、琉球ゴールデンキングスの大ファンでですね、っていうのもありますというところです。はい。ということで、本日どんなことをお話しするかというと、この9点でございます。最初にアイスブレイクということで、皆さんとちょっと距離を縮めたいなと思ってアイスブレイクをさせていただきます。で、2点目が事業の概要説明。そして3点目に、じゃあどういったね、人材育成の仕組みなのっていうお話をしていきます。で、4番目に、このね、今年の第3期生は、実はコースが2つあります。で、まず一つ目っていうのが、まあ、1期生、2期生もやっていた業務知識プラス SAP のコースなんですね。で、これは我々マイヤーが担当しますので、そこでカリキュラムの内容であるとか、就労支援のことについても、このコースの卒業生はどうですよってお話をさせていただきます。そして5番目、これが、今年から新設に設けられたコースです。テレワーク×マーケティング基礎コースの説明ということで、別の自治体でね、一緒に取引をさせていただいている株式会社ライフルさんというところがね、説明をしてくれます。本日お越しいただいているので、後ほどね、バトンタッチをしたいなというふうに思ってます。はい。で、6番目、7番目で募集要件と全体スケジュールのお話。そして、今回は実はゲストを呼んでいて、まあ、SAP コースのゲスト、1、2期生の方なんですけども、先輩 SAP 女子に聞くということで、クロストーク座談会を若干ね、短い時間になりますけども、卒業生のね、方がいらしてます。荒垣舞さんと小名手夏子さんという方がいらっしゃいまして、荒垣さんは糸満の卒業生です。で、小名手さんは沖縄市でも昨年やってたので、沖縄市のデジタル女子の卒業生ということで、今、マイヤーの運営側に携わっていただいて、お手伝いをいただいているというところです。で、最後に質疑応答の時間を設けております。で、チャットね、どんどん使っていただいて、僕、会の最中でも構いません。僕、必ず、チャット見てますので、こうやって見てるので、質問ね、へーとかほーとか、何でもわからないことでも、どんどんチャット、会の最中でもいいので、入れてください。僕、拾えたら拾って、どんどん回答します。わからないで帰るって一番良くないと思うので、不安な気持ちであるとか、疑問なこととか、そういうのは全部解消して帰っていただけると幸いでございます。ということで、まず、アイスブレイクをしたいと思います。じゃあ、皆さん、ちょっとね、チャットを立ち上げてください。在宅ワーク、テレワーク、ね、多様な働き方を望んでいる方って、結構、今までとコミュニケーションのやり方が違って、テキストコミュニケーションが主体となるんですよ。で、結構、こういうズームっていうのもすっごい使います。オンライン会議ツールを使って、作業報告をしたりとか、定例会議をしたりとかっていうのもありますし、そのチャットを使うっていうのも結構あるので、その練習も兼ねてやってみましょう。じゃあ、ね、ちょうど、ね、時間的に19時になりますので、僕がちょっと質問しましょうか。はい、どうでしょうかね。皆さん、ね、ちょうどご飯時だと思うんですけど、ご飯何食べました?まあ、食べてない方はこれから何食べますみたいなのもいいと思います。どうでしょうか。僕はコーヒーのみです。はい。まだ食べてないですね。どうでしょうかね。皆さん入れていただけると嬉しいですけど。どうですか?おいいですね。昨日のお盆の残り物とサバの塩、美味しいですね。ホットドッグをいただきました。あ、これね、宛先のところを、あれなんですよ。ミーティンググループチャットってやると皆さんに行きますので。カレー食べました。いいですね。あ、人参しりしりと生姜焼き、いいですね。人しりですね。オクラの天ぷら、わ、美味しそう。まだ食べてないですか?お盆の残り物。あ、お盆結構残り物あるんですかね。なるほど、なるほど。まだメニューも決まってません。そっか、そっか。ありがとうございます。ありがとうございます。ご協力。こんな感じで、どんどんチャット入れていただいていいです。どんどん。で、ちょっとじゃあ2点目の質問ね。はい。糸満といえば、どうですか。これグルメもあるでしょうし、なんかこう、見どころ的な観光的なスポットだったりとか、まあ、いろいろね、ショッピングモールとかもいろいろありますよね。なんか、一つ、糸満といったらこれみたいなのがあると。お魚。なるほど、なるほど。
これとこれとか2個でもいいんですけど、なんか入れていただけると、あ、お魚か、あ、よくね、道の駅で食べますけど、海が綺麗ですね。じゃ僕入れようかな。僕ちょっとコアなの、平和記念コアな。僕、沖縄ハーレ、沖縄ハーレ。僕はね、これなのね。ヤギ料理、西崎にあるかりゆしによく行くんですけど、あと朝食は大体センター食堂で食ってます。地元の人でも知ってるかな。ここのね、ゴーヤチャンプル美味しいし、すごいお母さんがね、すっごいあったらいいんですよ。かりゆし。僕ね、無類のヤギ好きなんですよ。ヤギ料理大好きで。ヤギ汁、ヤギ刺し。ヤギマークついた。そう、大好きなんですよね。なんで、かりゆしは本当によく行きますね。遅くまで空いてるし。まあ、遅くから営業してるしか。あと、朝食はセンター食堂っていう。うん。漁民食堂なんかも行ったことありますけどね。あそこちょっと高いですよね。うん。美味しいけどね、うん、はい、ありがとうございます。こんな感じでどん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 思ったこと感じたことね、入れていただけると嬉しいです。質問でも何でもいいですよ。はい、ナンクルナイサーでもいいです。はい、それではこの辺から本題ですね。本事業の説明ということで、そもそも論、糸満デジタル女子プロジェクトってどうなの、何なのっていうところもあると思います。で、皆さんはここを目指していただくんですね。糸満デジタル女子ってことで、ライフスタイルに合わせて稼ぐ力の向上とあるとか、所得の向上を目指していただくというところです。で、僕たちがこの糸満市さんから事業委託を受けまして、プロジェクトの実施主体としては私たちマイヤがやっていきます。で、学ぶというところで、デジタルスキルというところでマイヤと、今回、この今年からね、新設としてコースに上がっているライフルさんのコース。で、昨年2期生も1期生もそうなんですけども、グラミン日本さんっていうね、一般社団法人グラミン日本さんでノーベル平和賞も取ってるような会社さんです。ここが、実際のマインド研修っていうのもやったりとか、あと、シングルマザーの人に対して一人親の伴走支援っていうののサービスっていうのもやっていきます。あと昨年もありました、デロイトトーマツさんがですね、集合研修一つやってくれまして、まあ、トレーニング機会のご提供ということで研修をやってくれます。なので皆さんはプロジェクトに参加をしていただいて、私たちがデジタル教育であるとか就労先の、まあ、機会を提供していくと、まあ、全国でね、いろいろ私たちの活動に賛同していただいている企業の皆様がありますので、そこの機会を提供していくというところです。で、もちろんね、まあ、3年目にもなるんですけども、まだまだね、糸満市に住んでいる女性の皆様に対して、マイヤってどこやねん、なんやねんってなるわけじゃないですか。ですので、今回も含めて糸満市さんがですね、このプロジェクトの周知とか広報に最大限の協力をしていただいて、まさに今日皆様がお集まりいただいたと、まあ、アーカイブを視聴するっていう方もいらっしゃると、ご視聴するというところで集まっていただいているというところになります。こんなのです。で、先ほど言ったように、ここのね、グラミン日本さんの一人親伴走支援というところで、今回の糸満市でも昨年もやったんですけども、一人親または一人親相当の受講生に対する伴走支援というのを実施します。で、今回支援の対象者っていうのは、昨年同様糸満市と我々ね、で協議の上選定するので、すべての方が選ばれるというわけではないので、一応ね、選考させていただくというところです。で、ここグラミンさんからねコメントありますけど、復唱させていただきますね。シングルマザーとして自分らしく働きながら子どもと仕事を両立するためには、いつでもどこでも食べていけるようなスキルを身につける必要があります。しかし、スキル研修中は学習のことであったり、仕事のこと、そして子どものこと、時間が全く足りない中でこの挑戦を孤独にやりきるのは本当に無理、まあ大変ですよね。ですので、そこでデジタル女子に挑戦するシングルマザーの皆さんが本プログラムを完走できるように、グラミン日本が最後まで寄り添い伴走支援をさせていただきますというところです。じゃあ、そのグラミン日本さんのシングルマザーの就労起業のための支援ってどういうふうなのがあるのっていうのが一番下のところですね。まず、互助グループ、要は一人だと大変じゃないですか、当たり前ですけどもね。要はグループを作って互助って、要は助け合うってことですね。そういう仲間作りをしていきますよ。そして伴走者による1対1、101のフォローをしていきますよ。そして、社会人の基礎力ワークということで、そういう社会人としての基礎力も合わせてつけていきますよって、こういうね、伴走支援サービスをやっていきます。ですので、ぜひお申し込みたい方は、お申し込みいただければいいかなというふうに思っております。はい。
で、改めまして私たち株式会社マイヤという会社になります。どんな会社なの？マイヤってどこやねん、なんやねん、何やってんねんって多分なると思うんですよ。ですのでちょっとお話をさせていただければと思います。 Co-create the future ということで、横文字ばっかで大変申し訳ないんですけど、それをビジョンに抱えておりまして、何をやってる会社かって、2017年に創業した会社なんですけども、一言で言うと女性の活躍支援をやってる会社です。ずっと一貫して女性の活躍支援をやってる会社で、シンプルにこの3つです。女性活躍×地域、全国ですね、×IT と掛け合わせて、新しい働き方であるとか新しい価値の創造を、目指していると、まあ、自分らしく生きる未来を共に創造するということで、ただ僕たちだけだとそれってね、なかなか作ることもできません。ですので糸満市さんとかね、自治体さんと協力をして、そして皆さんにも参加をしていただいて、女性が世の中に活躍できるよう、そして新しい働き方で社会を変えられるように、子育てをしながら、介護と両立をしながら、副業兼業でとかね、さまざまな女性の皆様はライフスタイルが違いますので、それで社会を変えていこうということで設立した会社でございます。はい。で、今日はね、おじさんが喋ってますけども、代表は月田優香という女性が勤めておりました。で、本社が東京港区六本木という、なんかかっこよさそうなところにあるんですけど、創業時から実はテレワークを前提としている会社でして、なので全国従業員皆々バラバラという形です。ですので本当になんか新しい働き方提言してるのに僕たちがやらないでどうするってことで、最初から、こういう働き方を我々もしております。でね、長野だったり沖縄にもね、実は支店が、沖縄市に支店があったりもします。はい。で、私たちその全国の自治体さんとそのエリア在住の女性の、まあ、IT の教育と就労支援というのでやってるんですが、日本における女性を取り巻く現状って本当まだまだ厳しいものがありまして、ここにね、先ほどの女性活躍、地域、IT ってありますけども、皆さんジェンダーギャップ指数って聞いたことある？ジェンダーギャップ指数、ここに書いてあるんですけど、毎年ね発表されてるんですよ。で、世界146カ国中、令和6年度だと118位なんですよ。昨年で126位とか5位とかだったかな。日本って先進国って思ってる方は多分ほとんどだと思うんですよ。でもジェンダーギャップっていう観点で見たときには世界の中だと圧倒的に後進国なんですよね。さらに同じ作業していてもなぜか男性よりも女性の方が所得が低いとかで、家事とか育児とか介護っていうのは本来ね、一つ屋根の下みんなが協力をし合ってやるっていうものなのに、なぜか女性の負担が高いと。最近ではイクメンなんて言葉もありますけど、実態としてはまだまだ女性の負担が高い。で、地域真ん中ですね、追いやってみると男女の格差ってもっともっと深刻なんですね。で、僕なんかも全国飛び回ってるんですけど、地域によっては女性が働くなんてっていうような地域ってまだまだ日本にいっぱいあるんですよ。女性が働くなんてありえないみたいなね、そんな地域もあったりもします。で、だいたい糸満市さんもそうなんですけども、まあ、高校生、専門学校、大学生、社会人と、こう、年頃になると、みんなビジネスの集まる大都市に上京してしまうと。まあ、仙台とか、東京とか、横浜とか、名古屋、大阪、福岡とかね。まあ、そういう大きな町にみんな上京してしまって、そこで結婚をして、ご出産をして帰ってこないと。一番働き手として欲しい年齢、人材の人たちが帰ってこないというような、流出が増加をしているというところです。で、この右のところ IT って書いてありますけども、まあ、コロナ前と大きく変わって、コロナがある意味お尻を叩いてくれて、働き方が結構ね、テレワークとかリモートワークでも働かれる環境が整ってきました。まあ、企業さんがだんだん緩和、ね、そういうところにだんだん柔らかくなってきたり、はたまたそういうリモートワークとかでも働けるような IT ツールがどん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 世の中に出てきたりっていうところもあります。ですので、まあ、女性の皆様ってライフスタイル全然違うじゃないですか。お子様がいない方、いる方でもね、お子様の年齢が未就学児、小学生、中学生、高校生、専門学校、大学校、社会人でも全然
ね、例えばこういうふうに学びをやりたいって言った時に学べる時間も違うし、働きたいと思える時間も違うし、ライフスタイルが全然違うので、まあどこでも仕事がちゃんとできて、そして IT ということである程度高い単価で働ける環境が必要だよねっていうことで、我々はこの取り組みをさせていただいていると。で、まさにこのデジタル、今日ね、 T シャツも毎回僕このユニフォームを着てるんですけども、見えます？デジタル女子プロジェクト。こういうデジタル女子プロジェクトっていうね、事業をやってます。そこを糸満市さんと今回はタッグ組んで3年目としてやってると。で、何をやってるかっていうと、シンプルに本当に3つです。集めて育てて出口を作るって、この3つだけなんですよね。ただ、先ほど言ったように集めると言っても、我々がね、糸満市の女性全員にマイヤーってどういう会社って認知されてるわけではないので、まさに糸満市さんと連携をして広報とやるとか、周知のご協力をしていただいていると。で、メインがこの育てて出口を作るというところなんですけども、まあ、これ後ほどお話をしていきます。で、僕たちは創業以来ずっとこのね、デジタル人材、女性のデジタル人材の育成、就労支援というのをやってます。で、創業以来約ね、1500名ぐらいの方を輩出してきました。まあ、働く場所は関係ないということで、北は北海道から、それこそ南は沖縄まで、まあ、変な言い方すると、世界の全大陸にもいます。まさに働き場所関係ないんだなというところで、本当に様々な方がリモートワークとして活躍をしていると。で、なんかデジタルっていうと、なんか経験がないとダメなの、バックキャリアがないとダメなのとか、若い人のものだけでしょうと思いの方も多分いらっしゃると思うんですよ。ただ、僕たちのカリキュラム全般的に初心者でもできるっていうのをちゃんとコンセプトにしてます。ですので、 IT バックボーン持ってる人って実は10%から15%ぐらいしかいなくて、まあ、接客業はやってた経験あるよとか、事務の経験はあるよとか、専業主婦でしたみたいな方も結構いらっしゃると。なので、過去の業種は本当様々というところと、あと実際活躍されている人たちの年齢層っていうのが30代から50代っていうのが非常に多いんですよね。で、上は60代っていったところもありますので、なんか本当 IT のお仕事イコール年齢関係ないっていうのがまさにそれと、あとはやはりその学びの時間であるとか、そういったのも要は時間の投資も必要になってくるじゃないですか。ですので、まあ、そういうのが投資ができるっていったところで、お子様がね、少しお大きくなって手が離れたっていう方も結構いらっしゃったり、セカンドチャンスを、セカンドキャリアを目指してるっていう方も結構いらっしゃるというところです。はい。で、このプロジェクトの、まあ、デジタル人材の仕組みというのを今回お話をさせていただきます。で、まずは大きくコースが2つあります。このね、SAP コースっていうのは1期生も2期生もやってました。なので、 SAP の卒業生、糸満市の中にもたくさんいらっしゃいます。で、その1つが、業務知識プラス SAP 基礎コース。これ我々マイヤーが担当させていただくと。で、もう1つ今年から新設されているのが、テレワーク×マーケティング基礎コース。これが後ほどお話をいただくライフルさんというところが担当してくれます。で、大きく違います。これどちらかをお申し込みの段階で選んでいただく形になりますが、学習目安時間が違います。SAP コースの方は約140時間あります。結構あります。これをね、1期生、2期生も一生懸命頑張って卒業して、今ね、お仕事していますけども、140時間。で、このね、テレワークかけるマーケティング基礎コースが35時間になります。で、まあ、受講期間としては、まあ、我々は4ヶ月間、こちらのコースは、下のコースは3ヶ月間というところになります。まあ、約3ヶ月、約4ヶ月というところです。で、学習の形式が大きく違います。SAP コースの方は、すべて e ラーニングです。要は e ラーニングって知ってます？あ、じゃあやろうか。e ラーニング知らないも含めてちょっといただきたいんですけど、e ラーニングって知ってます？コメントいただきください。知ってます。あ、すごいすごいすごい。知ってますね。すごい。知ってます。すごい。知ってますね。知らないも全然知りません。インターネットブラウザーってあるじゃないですか。インターネットの環境を使って、インターネットの、ね、回線さえあれば、いつでもどこでも学習できるよっていうのが e ラーニングです。ですので、まあ、女性の皆さん、ほら、ライフスタイル違うじゃないですか。ですので、ライフスタイルに合わせて勉強できるっていうのが e ラーニング。その代わり、自分で勉強していかないと、どんどん先には進まないっていうことです。それが、まあ、メリット、デメリット、両方あると思います。SAP コースの方がすべて e ラーニング、ご自宅で学ぶことができますよというところです。で、テレワークかけるマーケティング基礎コースっていうのが、全5回の
集合、まあ集合教育というか、そういったものになります。各回約90分で、現地で来ていただくと。会場に来ていただいて、1回や2回、あと5回目、最後は現地で開催します。なので、何曜日の何時に来てくださいって、その場に来ていただくような形です。で、3回目と4回目はオンラインで開催します。まあ、ズームみたいなので開催すると。なので、とはいえ、何月何日の何時に皆さん集合してもらうと、こういったような形になります。で、これは本当にこのコースはお申し込みの段階でどちらかを選んでいただくという形で、とはいえ、この全コース、どのコースを選んだ人でも共通学習プログラムっていうのを受けていただきます。これが、e-learning っていうものが基本的に主体になるんですけども、それを受けていただく。あとは、現地での集合研修っていうのも3回あります。これは、どのコースを選んだ方でもフルで受けていただくと。で、どちらのコースを選んでも就労支援っていうのはありますというところです。はい。で、学習カリキュラムの内容というところです。はい。で、メインがこっちですね。IT スキルプログラムということで、今お話しした業務知識プラス SAP コースと、テレワークかけるマーケティング基礎コース。これどちらかを選んでいただくという形です。学習時間が違います。大きく違います。そして、ただ学習形式も違いますので、自分がどっちをやりたいから、どっちに向いてるかなっていうのをご判断いただくというような形になります。で、IT のお仕事、IT の業界で働くって、IT スキルだけ勉強すれば働けますかっていうと、僕のフリーランスの長年の経験値も含めまして、そんなこと全くないです。逆に正直言いますね。IT スキルは勉強すればある程度誰でも、ある程度のラインまで上がります。で、そこから先、お金の稼ぎ方の差であるとか、仕事の取り方の差、個人との差がすごい開くのは、逆に言うと、マインドの問題だったり考え方、どういう行動を取ったらいいかって、行動指針だったりとか、そういったものが大きく作用します。で、そういうのを教えるのがこの共通学習プログラムなんですね。どのコースを選んでも、基本的には働くためのマインド、学習するためのマインドっていうのは本当に必要なものになってきます。なので、現地の集合研修3回であるとか、ビジネス基礎、ビジネスのコミュニケーションのやり方っていうのをちゃんと学んでいただく。コミュニケーションのやり方も従来とは大きく変わってきてます。本当に10年前、20年前、テレワーク前とは大きく変わってきてるので、逆に言うと、こうね、ズームで会議をしたりというのもよくあります。で、なので、遠隔で働くから、コミュニケーション能力いらないか、活字だけでいいかというと、全くそうじゃなくて、ただただ働く場所が家になるっていうだけの話であって、コミュニケーション能力がむしろ高い人ほど、仕事、ね、その人に対しての人となりをより理解してもらえるので、コミュニケーション、ビジネスコミュニケーションって本当に必要なことになってきます。そういうのも教えます。で、ここ、自己研鑽って書いてありますけど、これがマインドセット系の教育になります。まあ、フリーランスとしてね、多様な働き方を望む人として、どういう心意気で働かなきゃいけないのか、成功するためには何が必要なのかっていうのを教えていくと。あとは、セルフブランディングっていうのも教えていきます。多様な働き方を望む人っていうのは、大体が、業務委託契約でフリーランスとして働くわけですね。ですので、自分自身をブランディングしていかないといけないわけです。株式会社自分になるようなイメージです。皆さんが社長になるイメージです、お一人で。なので、ブランディングって本当大事なんです。なので、そういうのもお教えします。で、IT 基礎、テレワーク基礎ということで、この辺は、デジタルのことになりますけれども、IT、コンピューターって何とかね、セキュリティって何とか、ソフトウェアって何みたいなのを座学で学んだり、テレワーク基礎ということで、いろんなね、ツールの使い方、テレワークするからこそのいろんなツールの使い方ってあるんですよ。ズームだったりとか、こういうオンライン会議ツールって、例えばマイクロソフトの Teams だったり、いろんなスカイプだったり、いろんなのあるんですよね。いろんな種類が。で、クライアントさんがマイクロソフトの Teams 使いますって言ったら、ごめんなさい、私使いません。これ通用しないです。でも、使い方ほとんど一緒なんですよ。見た目が若干違うだけで。そんなんで評価下げてもったいないじゃないですか。なので、そういう使い方で、そういうビジネスチャットの使い方だったり、そういうのも、カリキュラムの中でお伝えしている。で、あとは、ここ一番下2位になりますけども、マイクロソフトのオフィスの Excel と PowerPoint の講座も用意してますので、もしね、受けたい方がいれば、卒業要件には入りません。ですので、もう、ライセンスを持ってるよとかね、互換性ソフトで動かせるよみたいな方は、ぜひ受けていただければいいかな。ただ、実態として IT 企業、IT のお仕事をするってなると、ほぼほぼ Excel 的なものは使います。Google のスプレッドシートだったり Excel っていうのは、ほぼ頻繁に使うので、まあ、勉強しておいて損はないかなといったところです。はい。で、集合研修。これめちゃくちゃ大事です。
僕たちが一番実はメインに置いているのがこの集合研修で、やはり先ほど言ったように、IT のお仕事って IT スキルだけ勉強すればそのままスムーズにいくか、いっぱい稼げるかというと、実はそんなことなくて、本当に勉強すればある程度のところまではみんな行くんです。その先お金の稼ぎ方、仕事の取り方で本当に大きな格差が出るのがマインド、考え方、行動力だったりするんですよね。ですので3回あります。まず集合研修1回目として、私の夢志研修ということで、まさにこれグラミー日本さんがやってくれます。人生曲線っていうのを書いてもらいます。リードだ自分ということで、今まで自分が生まれてから現在までどういうところにモチベーションが上がって、どういうところで下がってって、自分の夢に向かうためには何が必要でっていうのを書いてもらうんですよね。で、頭で分かってる方多分いらっしゃると思うんですけど、可視化するって大事なんですよ。アウトプットするって。なので、そういうのをやっていただく。で、多様な働き方目指す方、卒業生の方もみんなそうですけども、確定申告していきます。お金稼いだら。ですので、多少、お金の知識必要です。会計の知識も必要ですし、例えばね、株式会社自分なので、よりビジネスの幅広げていきたいよって言ったら、自分で資金計画を立てたりとか、そういうのも必要になってくるので、金融トレーニングみたいなのもここでやっていきます。で、2番目の研修としてはですね、自分の強みを見つけて稼ぐ力を身につける研修。これが、まさに僕がフリーランスとしての経験値を皆さんに全部お伝えします。持て余すことなく全部お伝えします。で、この研修、僕ずっと長年やってるんですけども、毎回、満足度 95% 以上いただいているぐらい、皆さん多分刺さると思います。そのぐらいね、重要な研修でもあって、強みって何ですかって言ったときに、まあ、これから IT の勉強するんですけど、それ以外に自分が今まで生きてきて、好きだったこと、得意だったこととかと掛け合わせることによって、お金って簡単に稼げるよとか、誰もやってないことを生み出せるよ。そこでビジネスチャンスってもっと広がるんだよっていう、そういう考え方であるとか、そういったものをちゃんとお伝えしていくというようなところです。はい。で、まあ、これそれぞれがね、だいたい半日ぐらいありますので、ぜひ、今ね、チャットにもありましたけども、場所はね、ククルイトマンで、シャボン玉石鹸のククルイトマンでやりますので、ぜひね、ご参加ください。で、3番目の研修、集合研修としては、2日間にわたり昨年は実施予定、実施しました。デロイトトーマツさんというところがですね、まさに就労体験みたいなのを研修をしてくれます。ちょっとね、ハードルが一気に上がります。ビジネステクノロジーガイダンとかね、ビジネスモデリングとか、あとロジカルシンキングとかもやります。プレゼンテーションとかね。ロジカルシンキングっていうのは、日本語で言うと論理的思考っていうんですけど、IT 業界は結構皆さん論理的に物事を考えて、論理的思考で動いてます。すっごい重要なことです。でね、プレゼンテーションをやるっていう機会もたくさん出てきますので、まあこういう内容はね、今年は変わる可能性もありますけど、こういったものをやっていきますので、ぜひ参加をしてください。で、これただの学びだけじゃないんですよ。1期生も2期生もそうでした。ここで会うことで同期の仲間意識とか共感力をものすごい高めるためのマインドセット研修になります。まあ会ってみんなが LINE グループを交換して、そこで励まし合ったり切磋琢磨して互助関係が生まれたりだとか、逆にオフの日にみんなで会って会話ね、お茶をしたりとか、逆に一気に仲良くなるんですよね。今まで市内にいても出会うことのなかった人たちが同じ目的、同じゴールに向かって、目的は一緒なんですよ。ベクトルは一緒なんですよ。そういう人たちが集まって励まし合って、ここで見えない相乗効果が出ます。共に学ぶ仲間の存在って本当に大きくて、あの人が頑張ってるから私も頑張ろうっていうね、見えないエナジーが出てくるので、ぜひね、参加をしてみてください。現地に来てください。で、これ、昨年のデータでもあるんですけど、集合研修ね、参加をすればするほど、これ別の県の都道府県のデータなんですけど、僕たちがなぜ大事にしてるかっていうと、参加をしてない人、合格率 0% なんですよ。これ別にデジタル教えてるわけじゃないんですよ。うん。で、逆に言うと、参加をすればするほど、最後まで駆け抜ける合格率も高くなるっていうね。あと、途中の離脱率っていうのも非常に低くなります。参加してない方っていうのは、逆に途中で諦めてしまったりとか、そういう離脱する方が多いんですけども、参加すれば、まあ、それだけ学びにね、勉強期間中の、まあね、モチベーションにもつながるし、その先の就労というところにも大きくつながるので、ぜひ参加をしてください。で、はい、ここからが各コースの説明になります。まずね、私たちマイヤーが業務知識プラス SAP 基礎コースのお話をしていきます。はい。で、これはもう1、2期生もやってます。じゃあちょっとチャットで、聞きましょうか。今入れたんですけど、はい、SAP って知ってる人います？聞いたことあるよとか、知らないよが普通です。
はい。これちょっと入れていただきたいんですけど、どうでしょうかね。知らないよっていうのも全然普通ですよ。僕ね、いろんなところでこの話してますけど、大体70人に1人知ってるか知らないかの話です。今回事前にね、動画をお渡ししたりとか、ウェブサイトにも動画を組み込んで、事前に見ていただいている方もいらっしゃると思うんですけど、またね、同じようなこと話しますので、復習があったら聞いていただければ。ずっと話すとこれ1時間とか2時間平気でいっちゃうので、今回は概要だけちょっと話すので、詳しくは動画を見ていただければ。知らないですよね。知りませんでした。これね、サップって読まないんですよね。SAP。サップって湖とか海とかでこうなんかボートみたいに漕ぐやつ。あれじゃなくて SAP っていうね。これ何かっていうと、会社の中で動いてるシステムなんですよ。聞いたこと、個人が使うようなものじゃないんですよね。で、世界ブランドランキングっていうのがあって、これは、全世界ですよ。全世界で企業価値のある価値、企業として評価をされているランキングってことです。で、これ見てくださいよ。1位アップルって知ってるでしょ？マイクロソフト、アマゾン、グーグルって聞いたことあるんですよ。まあ、使ったこと、触ったことあると思うんですよ、大体。で、5位サムスン。これ、ね、スマホのギャラクシーとか作ってる。韓国の家電メーカーですよね。で、日本のトヨタが6位。で、コカ・コーラ。メルセデス・ベンツ。で、おそらくここに出席されている方だったり、みんな大好きであろうディズニー。あとナイキ、マクドナルド。テスラっていうのはね、電気自動車のメーカー。イーロン・マスクっていう人がね、作ってる電気自動車のメーカーですね。で、BMW、ルイ・ヴィトン。シスコっていうのは、Wi-Fi とかね、インターネットのね、こうインフラ系ですごい世界で有名な会社です。で、Instagram、Facebook、IBM は聞いたことあるかな？コンピューターの会社です。インテルっていうのも CM でやってますよね。インテル入ってるって、すごいいい声でやってる。あれが、コンピューターの中でこんなちっちゃいマイクロチップを作ってる会社です。で、ここにいる人誰一人知らないんですよね。聞いたことはあるぐらいですよ。70人に1人知ってるかな、知らないかなぐらいなんですけど、見てください、ここ。世界で20番目に評価をされている企業なんですよ。でも、ここにいる人誰も知らないんですよ。なんでかっていうと、個人が使うようなアプリケーションとかソフトウェアじゃないんですよ。僕たちが日常で使う YouTube とか TikTok とかね、最近だと Gmail とか使う人もいるかな、そういうのじゃなくて、これは実は会社の中で動いているシステムなんです。これね、動画の中でも話をします。で、例えば、シャネルとかエルメスとか YouTube とかアメリカンエクスプレスは聞いたことあるでしょ？グッチーとか Netflix とかソニーとかクレジットカードのビザとかで、アディダスとか、ね、アウディとかで、あとなんだ ?H&M とかで、あとは、例えばカルティエとかフェラーリとかクリスチャン・ディオールとかね、ティファニーとかプラダとか聞いたことあるでしょ。こういう会社よりもはるかに評価をされているのが SAP。でも誰も知らないっていうところなんですよ。で、これは、先ほど言ったように会社の中で動いているシステムであって、皆さんが個人的に触れるようなものじゃないんですよ。だから知らないけど、なんで評価をされているのかって、これをこのシステムを導入することで会社の業績が上がったり、業務効率が上がったりとか、あとまたコストを削減できたりするから、世界で企業が評価してるんですよ。これ導入してすごいせよかったって言って、だからその20番目に輝いていると。で、その会社の製品を皆さんには僕たちのコースでは勉強していただくと。で、一般的な会社って多分お勤めになったことがあるとか、アルバイトされたことがある方なんとなくわかると思うんですけど、部署っていうのがあるんですよ。部門とか部署ってね。で、このね、購買とか販売とか生産会計とか、それぞれが部署だと思っていただければいいんですけど、これ購買っていうのはまさに発注とか仕入れをするところですね。コピー用紙なくなったから発注する。ボールペンなくなったから発注する。物だけじゃ在庫がなくなったから発注する。コンビニだっておにぎりなくなったら発注するでしょ。そういうのと一緒です。で、物だけじゃなくて、人が足りないから人を他の会社から助けを求める。これも人の発注ですよね。で、販売は読んで字のごとく、これ営業です。営業部。ね、この人たちが仕事を取ってきてくれるから従業員は給料をもらえるわけですよね。まあ、その部署です。で、生産っていうのが物流とか在庫関係の。沖縄も結構ありますよね。郊外に日本に行くと、なんかすっごいでっかい敷地に、なんかでっかい物流センターが建ってて、なんとかロジスティックスみたいなのってありません？結構あると思うんですよ。僕も沖縄で結構よく見るんで、ね、すごいでっかい敷地で、やったー、ついにコストコが建つとかね、なんかイオンモールが建つみたいな思ってたら、なんだよ、
物流センターかいみたいな、そういうやつです。ああいうところでの部署の人ですね。で、会計は読んで字のごとく経理さんです。で、普通の会社ってそれぞれがそれぞれでシステムを入れてるんですよ。その部署で使いやすいシステムを入れてるんです。分かりやすい例で言うと、勘定奉行って CM でやってるでしょ。勘定奉行にお任せあれって、あれでさ、あれ勘定って字のごとく会計のシステムなんで、経理さんが使うんですよ。で、それぞれ使ってるんですけど、で、それぞれシステムにはデータベースっていうデータの箱を持ってます。で、登録したものがここにデータを更新されて、紙で出すとかね、そういうことをやってるんですけど、例えば営業さんが売ったものって経理さんが見れないんですよ。データの箱が違うから。逆に言うと、在庫何個あるのっていうのを営業さん見れないんですよ。で、在庫あるかもないかも分かんないのに、あ、来週には納品させますっていう営業さんが約束できないでしょ。だから大変なんですよ。で、データをこうやってね、横で流しにすることもできるんだけど、全然形の違うものを流していくので、1ヶ月に1回とかで、みんなが使ってるのは夜とかに流すんですよ。で、ここに要は1ヶ月に1回ってことはタイムラグが発生していて、経営者であるとか、なんか部長さんとか課長さんとか、要は会社を動かすような人たちにとっては、このタイムラグが非常にまずいんですよ。で、現場の人たちは使いやすいからそのシステムを使ってるんですけど、経営判断になってくると、このコロナでもバッタバタ会社潰れたじゃないですか。中小企業とか零細企業なんて1ヶ月であっという間に会社って飛んじゃうんで、その判断が遅ければ遅いほど、ね、業績が落ちてれば立て直すのが経営者であって、業績が良ければさらに良くして従業員にもっと給料払うとかね、待遇を良くするっていうのが経営者の役割なんで、それが1ヶ月も遅かったら判断が遅いと。で、 SAP に話戻すと、 SAP ってこの購買とか販売とか生産とか会計とかが全部入ってるんですよ。だから全部売ったものとかがリアルタイムで、在庫がなくなった、入荷したっていうのがリアルタイムで分かるんですよ。だからこの人たちはリアルにその場の状況をすべて判断ができて、最善な舵取りができるから会社の業績が上がったり、効率が上がったり、コストを削減することができるから世界で評価をされていると、こういうシステムなんですね。全然キラキラしてないです。はい。ただ調べてみてください。 SAP スペース人材不足ってググってみてください。調べるのもすごい大事ですよ。ですので、そうすると SAP 人材不足でいっぱい出てきます。要は人材枯渇してるんですよ。だから全然キラキラしてなくて地味なんだけど、ここに商機があるということで僕たちはずっとやってる。で、なので、企業のね、会社の中で動いてる人物金の流れをリアルタイムに把握できるとても素晴らしいシステムを皆さんには勉強してもらうと。で、これ世界で一番売れている基幹システムというシステムなんですね。で、これは皆さんに SAP 上司を目指していただくべく、 IT 初心者でも簡単に学べるコンセプトでやってます。で、会社って必ず受注とか発注とか売上とか仕入れとか請求とか支払いとか在庫管理とか会計管理とか、こういう業務って絶対あります。聞いたことどっかであるでしょ。売上がない会社なんかないでしょ。どうやってじゃあ給料払うのって話になるじゃないですかね。売り上げたら請求をする、物を買ったら支払いをするって当たり前の話で、在庫管理をする経理さんが絶対いる。これは大企業もそうだし、中小企業もそうだし、零細企業も、どこの取引の代償はありますよ。だけど、どの会社でも全部ある業務なんですよ。わかります？大企業も絶対この業務あるし、中小企業もある、零細企業もある。つまりこの業務を学ぶことで汎用性が非常に高いです。で、この業務知識を学んでいるエンジニアっていうのが本当に不足してるんですよ。いないんですよ。だから僕たちはこの業務知識を学んでいただく。で、その先に SAP を触っていただくというところです。では、ちょっとね、質問をしたいんですけども、ここ数年レベルでいいです。よく物買ったら、お家に届い、物と一緒に納品書とか請求書とか届くじゃないですか。あれ、手書きで書いてある納品書とか請求書って、ここ数年レベルで、見たことあります？ちょっとチャットで手書き納品書見たことあります？ないです、ないです、ないですよね。見たことないですよね。うわ、これ汚い字で何がなんだか読めないよみたいなね、手書きないですよね。もちろん個人で営んでいる飲食店であるとか、そういったところは領収書手書きとかはあると思うんですよ。だけど僕たちが物買うのってよく会社とかから買うじゃないですか。まあね、企業から買う、ユニクロで買うとかね、まあ会社単位で買ったものっていうのはないじゃないですか。コンビニで物買って手書きのレシート出てくるよっていうのないでしょ。書いてくれるとかね。よっぽどなんか故障してるとかじゃないからないですよね。で、要はあれ手書きじゃないってことは機械から出てるんですよ。で、機械から出てるってことはデータを
打ってるんですよ。入力してるからデータの箱にデータが収まって、それをアウトプットしてるわけですよね。だから必ず業務をね、売上の業務な、 T シャツ1枚売れましたって誰かが買ったらそれを入れる。だからレシートが出てくる、納品書が出てくるっていうことなんですよね。だからその時にデータを入力する、アウトプットをするっていうのが SAP という製品を触ってもらいながらやるっていうことです。ですので業務知識を中心にやっていく。で、例えば今質問もう一個、返品したことってあります？例えばなんか最近だと通販とかネットで物買って届いたよ、わーっつって返品したよって経験ってあったりします？ありません。あ、なんか結構ね、聞くと皆さんあるよって言うんだけどな。ないです。あ、ないんだね。あ、そうなんです。あ、あります。あ、いた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 。あのね、先日ね、僕ね、まあ、家族で、長男、うち高校生なんですけど、自転車買ってあげたんですよね。で、Amazon で自転車買ったんですよ。で、中国から届けますってことで、黒い自転車買ったんですよ。で、Amazon で物届いて、組み立ててみたら、緑色の自転車だったみたいなね。そんなこともあります。はい。食品の返品なら、うん、あれが、だから結構ある人いるんですね。で、例えば、返品一つにとっても、実は業務の流れって全然違っていて、今打ちますね。返品で打つんですよ。良品返品と不良品返品っていうのがあるんですよ。で、これ良品って無印良品の良品ね。良品って、要は A っていうものを買いました。T シャツ買いました。だけど、蓋を開けてみたら、パーカーが入ってました。赤い T シャツ買ったけど、白い T シャツ届きました。で、これ返品しますよね。これはメーカーに返品するんですよ。物の流れとしてね。こういうことだってあります。で、もう一個の不良品返品っていうのは、T シャツ買いました。だけど首破けてましたとかね。アクセサリー買いました。だけど破損してました。電化製品買ったけど破損してました。壊れてましたとか破損してました系のやつです。これは同じ A っていう商品買ったけどぶっ壊れてました。これが不良品返品。この場合ってメーカーに物を返さないんですよ。製造工場とか修理工場に物を返す。だからこれ同じ返品でも物の流れとかお金の流れも変わってきたりするんですよね。だからこういう業務をちゃんと皆さんにも学んでいただくということ。で、もちろん初めて学ぶこともあるので、こうイラスト付きの分かりやすい解説で、ちゃんと動画も添えて、学んでいただくということです。はい、ありがとうございます。で、SAP って学ぶと、いろんなお仕事があります。例えば、いろんなシステムのオペレーションができるようにもなりますし、業務範囲が広かったり、結構 SAP って、そのシステムの中の、王様というか、世界最上位のシステムなんで、いろんなことができます。ドキュメントの作成ということで、使うのは企業の人たちが使うの、大企業の人たちが使います。ですので、運用マニュアル作りましょうとか、業務マニュアル一緒に作ってくださいみたいなドキュメントを作ったりとか、あとはカスタマーサポートみたいなヘルプデスクを一緒にやってもらったりとか、あとすでに導入されているお客様の運用データの検証、保守とかね、正しくデータ更新されているのみたいなチェックをしたりとか、そんなのもあると。で、あとは SAP だけじゃないってことで、最上位の製品なんで、下位の製品とか、それこそ先ほど言ったような勘定奉行のお仕事があったりとか、会計の知識を得ることができるので、会計ソフトの仕事があったりとか、要は類似製品だったり、下位の製品にも対応できると。あとは業務の学ぶんで、例えば営業事務になりたいよとか、物流事務になりたい、経理になりたいみたいなバックオフィス支援みたいなのもあったりもします。ですので、SAP はメインは幅広く業務知識を得ることができる。ここに書いてあるような受注、発注、売上、仕入れみたいなのは、どこの会社でもあるので、先ほど言ったように、業務知識を知ってるだけで汎用性が非常に高いです。はい。ですので、経理の事務だったり、こういうバックオフィス支援っていうのもあったりもしますし、その他の販売管理とか会計管理とか類似の製品も対応できるよっていうことになります。はい。で、最後に修了認定試験っていうのを設けてます。これは企業さんのお仕事やっていただくので、どうしても一定数のスキル基準っていうのを設けております。で、これ右側が卒業試験になります。車の免許と同じように、実技と学科っていうのがあります。これ実技っていうのは SAP を触っていただいて、課題を提出していただくということになります。で、下の学科っていうのが、車の免許と本当に同じように、インターネット上で4択問題みたいなバカバカ制限時間内にやると。で、何問以上正解で合格みたいな感じです。で、この2つが合格して初めてデジタル助手として認定をして、就労支援に回っていただくというところです。ですので、合格しないとお仕事のご紹介というのはできない。なぜなら、これやっぱ企業さんのお仕事するから、プロとして働くわけです。
ですので、一歩、1円でも稼いだらプロですから。1万円でも稼いだらプロ、1000円でも稼いだらプロ、100万円でも稼いだらみんな同じです。ですので、ある程度の一定数のスキル基準というのは設けさせていただいていると。で、いきなりテストを受けてっていうわけじゃなくて、演習問題というのは必ずありますので、そういったもので練習をしながらやっていくというところになります。はい。で、僕たちね、いろんな自治体さんでもこのね、デジタル女子の人材育成やってます。就労認定試験というのもやってるんですけども、これ青枠で囲ってるところが、2年前、令和4年度の、糸満市であった SAP コースの受講生の人数と合格率です。全体の 68% ぐらい。で、昨年はすごいよ、皆さん頑張ってました。17名の方が受けて、14名の方が合格されてます。途中離脱、諦めちゃった人は、カウントしてないですけど、最後までちゃんと学習したよって、で、ちゃんと試験を受けたよって人が 82% の合格を叩き出してる。で、他の自治体さんも、94% とかね、96% みたいな高いところもたくさんあります。ちゃんとやればできます。習ってない問題は出しません。絶対に出ないので、基本的にちゃんとやればちゃんとできるような仕組みになってます。はい。で、学習中の伴走支援ということで、僕たちはただ e-learning って、なんか自分でパソコンに向かって勉強するっていうだけじゃなくて、コミュニティラーニングっていう仕組みを作ってます。要は、みんなでコミュニティを作りながら学んで、同じ目的、同じゴールを目指して、共に学ぶ仲間の存在を、ちゃんと互助関係を作ってやっていくっていうことをやってます。で、まず最初にキックオフミーティングみたいなのを開催します。いきなりズームでみんな、はい、ご対面っていう形でやっていきます。で、これもう働いたら、先ほど言ったように、ズームで会議みたいなのが頻繁にあるので、まあそういう練習も兼ねますし、ね、スタッフ、うちの運営サポートっていうのもね、入ってきて、みんなで顔合わせをします。で、質問のやり方はこうですよとかね、あとは学習目安のスケジュールみたいなのも共有します。で、そういうのがちゃんとあります。何月何日の、になったら、第何章のここやってないと、あなたそろそろ黄信号だよ、赤信号だよ、みたいなのが、ちゃんと目安として分かるようになってますので、まあこういうのをやっていきます。で、質問は、スラックっていうビジネスチャットを使っていきます。スラック。ちょっと、チャットくれます？スラックって知ってます？聞いたことありますよね。まあ知ってる人は知ってるっていうのは結構いたんですけど、知らなくても普通ですよ。どうでしょうか？知ってます、知ってます。ありがとうございます。知ります。知らなくても全然いいです。1、2期生も知らない人いっぱいいて、皆さんできるようになってるんで。これビジネス用のチャットなんですよ。僕たちが普段使っている LINE とかと全然違って高機能なもので、例えば LINE って、ね、グループ LINE とかで、例えば1ヶ月前の誰かがこれってどうするみたいな質問した内容って、最終的にどうなったかって回答を追うの難しいじゃないですか。でも、このスラックっていうのは1個の質問に対してスレッド形式で残っていくので、いろんな質問が来ても、この質問の経緯って最終的にどうなったっていうのがちゃんと追えるんですよ。あとはいろんなチャンネルごとにカテゴリーが分かれていて、この質問はここにする、この質問はここにするみたいなのを厳格に管理できます。ですので、自分が追うこともできるというようなところです。はい。なので、まあ、皆さん最初知らないです。で、この質問はチャットに投げてもらうと、ビジネスに特化した。で、これ働いたら結構使います。で、ライフスタイルね、女性の皆さん違うので、本当に朝早く起きて勉強する人もいれば、日中やる人もいれば、夕方やる人もいれば、お子様寝かしつけてから夜やるよっていう人もいれば、土日にまとめてやりますみたいな、みんなバラバラなんですよ。だから、質問を24時間受付可能です。で、ここミソがあって、回答してくれるサポーターの人たちは先輩の人たちです。先輩 SAP 女子の人がちゃんと回答してくれます。で、この人たちは僕たちが報酬をお支払いして、講師インストラクターとしてちゃんとサポートしてくれます。こういうお仕事があるってことです。要は後輩を教えるインストラクターするというお仕事が企業だけじゃなくて、まあ、マイヤーも企業ですけども、そういうお仕事がちゃんとあるよって。で、同じものを学んでるんで、ああ、私もここでつまずいたとか、こうやって乗り切ったよみたいなのが、酸いも甘いも知ってます。だからこそ寄り添う形でサポートしてくれると。で、本当にいろんなね、朝回答する人、日中の人、夜の人みたいな分業制でやってるので、ある程度早いレスポンスで返すことができます。で、もちろんチャットだけだと分かんない場合は、月に一度必ずオンライン相談会みたいなのをズームでやります。ここでテクニカルな解説とかもしていくと。あとは、先輩とのオンライン座談会とかね、ザックバラン会っていうんですけど、交流会もやります。これは、もうすでにテレワークを実現している方であるとか、フリーランスとして成功している方とか、まあそういった人をゲストに呼びまして、どうやって学習時間作ったのとかね。ぶっちゃけ確定申告ってどうですかとかね。
あと、働いてみて在宅ワークってどういうメリット、デメリットありますかとかね、どういった心境で家族から変化ありましたかみたいな、なんかそういうのも含めて、いろんな意見交換できますので、こういうね、みんなで会って、みんなで会話をするっていう場もたくさん作っていきます。で、なんでこういうズームとかビジネスチャットみたいなのをいきなり使うかっていうと、働いたら先ほど言ってますけど、使います。ガンガン。で、この時に覚えたら大変なんですよ。使えません。できません。企業の人も、え？ってなるじゃないですか。皆さんが仕事を依頼する側だとしてください。ね。え、そこまで教えなきゃいけないんですかって企業の人もなるから、だからこそ、この学習期間4ヶ月の中でもういきなりトレーニング始めるんです。で、卒業するときには、全然私使いますっていう状態に皆さんなってるので、だから、学習時から就労を想定して、精神的な自立まで促していくというようなことを我々は伴走サポートしてやっていきます。で、合格イコール卒業になるんですけども、この SAP コースに関しては、過去の卒業生で重要なポイントが3つあります。まず、学習時間の確保している人は合格の傾向が非常に高いです。学習時間が延べ延べで約180時間、190時間ぐらいあります。まあ、教育なので学習時間には個人差はありますよ。でも、そのぐらいは大体あります。ですので、学習時間をちゃんとね、計画立てて、この日に勉強するっていうことをやってる人は、ちゃんと合格に向かってます。で、働いてから納期守れませんでした、これ通用しないです。じゃあ、他の人で簡単に切られます。当たり前の話です。これは僕らからのお仕事だけじゃなくて、どの業種業態でもみんな同じです。はい。で、それ働いてからやったら大変じゃない？だから、この学習期間4ヶ月の中で最後の修了試験を納期として捉えて、今から練習するんです。ね、そこに向かって走る。で、そのために自分がどういうスケジュールを作っていくかってことが大事ということです。あとは、マインド心への習得ってことで、IT 企業は IT スキルだけ学べばスムーズに働けるか、永続的に働けるかって損じゃなくて、実は人との差をつけるのはマインドとかそういったものになるので、これは集合研修でもそうですし、共通学習の中でも教えていくので、こういうものをちゃんと学んでる人はやっぱり合格してます。そして就労してます。はい。で、3番目、仲間とのコミュニケーション。やっぱり共に学ぶ仲間の存在って大きいんですね。ですので、見えない力がやっぱ生まれますので、その結果、高い合格。やっぱりコミュニケーションちゃんと取ってる人は合格してますという傾向があるので、まあ、この3つをヒントに頑張っていただければいいかなというふうに思ってます。で、就労支援についてです。まず、合格した方には、私たち専用のキャリアプラットフォームというシステムを持ってますので、そこに登録をしてもらう。メールでお伝えします。そして、そこのシステムに履歴書とか職務履歴書をアップロードしてもらいます。で、これ書いてありますけど、頑張ってデジタルデータで作ってみましょう。ね、今まで手書きでしかやったことないよって方もいらっしゃると思うんですけど、ググってみてください。調べる力がむしろ本当に大事です。稼ぎの差もそこで生まれます。仕事の効率の差も調べる力で本当に変わってきます。履歴書スペーステンプレートってググってみてください。山のように出てきます。あ、もういいっていうぐらい出てきます。なので、そこにダウンロードしてデータを売ってアップロードするわけですよ。簡単です。だからやってみてください。で、僕たち卒業した人には専門のキャリアカウンセラーをつけてます。これ、カウンセラーがちゃんとキャリアヒアリングってのやっていきます。企業さんはこういう人がフルタイムできる人が欲しいとか、80時間できる人が欲しいとか、ね、いろんな条件を言ってきますので、皆さんがどういうふうな条件で働きたいのとか、どういう希望条件なのっていうのをちゃんと聞いていきます。で、それに過去のキャリアとかっていうバックボーンだったりとか、そういうのもちゃんと聞いていきます。なので、これをね、ズームでやりますので、この実施をしてもらうために、まず予約をしてもらう。これは美容室の予約をするように、空き時間ピッピッピッってやって、それで実施をしてもらうということです。で、その後に僕たちが Be My Year っていうね、卒業生限定のコミュニティスラックっていうのがありまして、そこに招待します。で、そこに新規案件発生しましたとかってお知らせが来たりとか、技術情報をみんなと共有したりとか、卒業生全員入ってます。で、あとはイベント情報とかね、月に1回イベントっていうのも開催してます。スキルアップイベントみたいので、確定申告についてみんなで学ぼうとかね、あと全然その IT 的なところもあれば、全然関係ない積立 NISA を勉強しようみたいな、そういうのもあったりもします。あと、雑談をしたりっていうような、こういうスラックがありますので、そこに招待する。で、そこに案件発生しましたよって情報来るんですけども、企業名とか契約の内容ってもちろん全員には公開できないので、あくまで案件が増えましたっていうだけの話です。って言ったら、その専用のシステムにログインしてもらって、そこから案件に応募していただく形になります。掲載されているので応募すると。だから、修了期間が終わったら、学習期間が終わったら、翌週から働くって、そんなことはないです。ちゃんと工程を踏みます。登録をして、履歴書
ちゃんと作ってアップロードしてキャリアヒアリング予約して実施して、そこから案件の応募なので、だいたい終了日からだいたい皆さん 2,3 週間はかかっていると。だからそこだけ誤解しないでください。終わって期間が終わったらもう来週から働けるとかそういうことではないです。で、僕たちが紹介する案件っていうのがほとんど 90% が業務委託の案件になります。一応正規雇用の案件もご紹介できるんですけど、全体の割合としては 10%、 ほとんどが業務委託フリーランスの案件のご紹介になります。で、これなんでっていうと、女性の皆さん、僕たちは1500人ぐらいの女性輩出してきましたよって言いましたけども、フルタイム働きたい人ってどのぐらいいますかっていうと、だいたい 10%、 15% ぐらいで、企業さんってフルタイムの女性欲しがるんですよ。だから、でも女性で実際は子育てしながら働きたいとかね、介護と両立しながら働きたいとか、そってなので時短で働きたいとか副業で働きたいとか全然様々なんですよ。だからミスマッチが起こるんですね、一般的には。だけど、だったらフルタイム160時間って言われてますけど、僕たちはだったら80時間の規模の人2人でチーム組めばいいじゃない、60時間の人3人でチーム組めばいいじゃない、それで僕たちの間にコンサルが入って、企業さんとの間にコンサルが入ってチーム制で働けばいいじゃない。これワークシェアリングって僕たち呼んでるんですけど、こういう働き方をしてます。だから、じゃあ例えば80時間だけ働く正社員って世の中にありますか？ 60 時間だけ働く正社員ってありますか？ないです。法務上もないと思います。だから、こういうお仕事って基本的にはフリーランスなんですよ。だから、業務委託契約をさせていただくというところになります。で、業務委託って言っても、正社員と業務の重さ全く一緒です。責任の重さも一緒です。先ほど言ったように、株式会社自分、皆さん社長になるようなイメージです。ですので、皆さんの一挙手一投足が経営者の意見みたいな感じでも捉えられます。そのぐらい責任の重さも仕事の重さも一緒です。アルバイトの感覚では全くないので、そういうところはちゃんと誤解をしないでいただきたいと思います。で、僕たちがなぜ業務委託の案件を3つ、出しているのかっていうと、3つの特徴があります。まず、完全リモート案件に強いです。調べてみてください。大手の転職サイトとかいっぱいあると思うんですよ。調べてみてください。未経験、リモートワーク。IT 業界調べてください。ほぼないです。全国的にも。でも僕たち 95% 以上リモート案件です。はい。というぐらいリモートに強いです。で、フルタイムでなくても働けるということで、60時間から働けるということです。はい。で、高い時給ということで、SAP の専門的なものになれば、だいたい目安として時給2000円とか2200円以上です。で、SAP を学んだからこそ紹介できる汎用案件っていうのもたくさんあるんですよ。で、皆さんだいたい半々ぐらいかな。SAP の案件やってたり、全然違う案件やってたり、そのぐらい汎用性が高いので、そういった案件でもどんなに安くても1500円以上というようなこともあります。で、大手の転職サイトのように何百件も案件って載ってないんですよ。でも、アサイン率は非常に高いです。これ、後ほどちゃんとお話をします。ちょっと飛ばしますね。で、業務委託の流れになりますが、企業さんから委託を受けたら、ね、先ほどのスラックにご案内します。で、皆さんはシステムにログインして応募をすると。で、100% はないです。ね、専門学校行ったから、大学行ったから絶対就職できるなんてないですよね、世の中。そういうのと同じように 100% はないです。相手も企業なので、ちゃんと人材選考をします。で、場合によってはウェブ面談っていうのもあったりもします。で、ちゃんと人材が決まりましたよ、浅いんですよって言ったら皆さんにご連絡をして、皆さんと私たちが業務委託契約を結びます。契約書を交わします。だって対会社と取引と同じような感じです。ですので、契約書を交わす。とは言っても、なんかサインを書くとかじゃなくて、電子契約なのでウェブ上で全部解決します。で、案件が始まったら案件キックオフってことで、ね、そこのクライアントさんも含めてこういう作業をお願いしますってちゃんとレクチャーを受けます。で、業務をこなしていくと、ね、対会社の取引と一緒です。月に1回請求書をマイヤーに送っていただいて、月末締め、翌末払いで皆さんに契約金額をお支払いすると。で、もちろん案件の応募からアサインの契約までだいたい1ヶ月ぐらいかかります。人材選考の期間があったり、契約を交わす期間があったりもするので、だから先ほど言ったように、学習が終了したよ、学習から働くんじゃなくて、ちゃんとしかるべき工程を経て、ちゃんとアサインまで行くというような流れになりますので、そこだけ誤認しないでください。で、SAP の案件とそうじゃない案件、SAP 卒業したからこそできる汎用的に働ける案件っていうのがあります。SAP に関しては、だいたいね、時給が2000円とか2200円以上です。それ以外の案件っていうのはだいたい1200、見習い期間だけ1ヶ月ぐらい使用期間があって、それ以外はだいたい1500、最低でも1500円以上かな。もちろん案件によります。2000円の案件もあれば、1800円の案件もあったりもします。
いうところです。で、ここ契約更新のタイミングはだいたい3ヶ月ごとぐらいが多いです。長期の案件もいっぱいありますよ。ただ相手も企業さんだから未経験というか海のものとも 山のものともわからない人1年間契約するってリスクしかないじゃないですか。だから3ヶ月ごとぐらいに契約を見直すっていうのが一般的です。はい。で、報酬の形態は先ほど言ったように時給が多いですけど、請負契約みたいなのもあります。これは成功報酬制です。例えばね、ドキュメントを一緒に作りましょうみたいなのって、資料作ってくださいって言った時に、1ファイル作っていくら、5時間相当の仕事で、これで何万円です。1ファイル作っていくらですみたいなことです。だから例えば5時間相当だけど、2時間でできる人もいるわけですよね。で、不得意で10時間かかる人もいるわけです。で、これ、ね、どっちが優秀って2時間でできた人の方が優秀でしょ。10時間かかった人の分まで、じゃあ企業さんが時給を払うって言ったら割に合わないわけじゃないですか。だから1ファイル作っていくらとか1ページいくらみたいなのが請負契約ということになります。で、稼働時間は、こう、伴走支援みたいなね、後輩を教えるみたいなのはだいたい30時間からっていうのはあるんですけど、相手が企業さんの場合はだいたい最低でも60時間ぐらいですね。60時間からフルタイムっていう感じの案件が、こっちの汎用案件も多いです。逆に言うと10時間だけとか、月10時間だけ、20時間だけの案件はありません。うん。で、逆に言うと、じゃあ月20時間って言うと1日1時間ぐらいのバイトでしょ。で、アルバイト探してみてください。1日1時間の。多分見つからないと思いますよ。それも探す、アルバイトですら探すの大変だと思います。で、要は、1日1時間だけ一人作業を切り出すのが難しいんですよ、普通は。で、仮に出せたとしても、じゃあそれをね、作業をやってもらったものを進捗を管理する、品質を管理するって言ったら、管理コストの方が高くなっちゃうんですよね。だからまとめてお願いするっていうケースが多い。で、相手も企業さんなんで、基本的には平日日中の稼働が多いです。で、毎夜から出す案件は、こう、サポートの案件とか、そういうのは土日とか夜間もあったりもするんですけど、案件の数としては圧倒的に企業に、ユーザー企業の方が多いので、こういった形が多いですと。で、一応、案件に入っていただいたら、まあ、ああいう、キャリアサポートプラットフォームに登録をしていただいて、そこで、案件を見て応募するっていうような、そのね、システム利用料であるとか、あとは、プロジェクトの進捗管理で品質管理っていうのは我々が行っていく部分もたくさんありますので、ここ右下に書いてあるんですけど、業務管理費として2%ほど管理費をいただきます。これはご理解ください。僕たちもやっぱり管理をしなきゃいけないので、相手の企業さんといろいろ打ち合わせを設けたりとか、そういう管理もしなきゃいけないです。まあ、例えば10万円稼いだら2000円ぐらいです。ですので、そんなに大きなお金ではないというところなので、ここはご理解の上ご了承ください。はい。で、正規雇用の案件も 10% ですけど、ご提供することができます。デロイト・トーマツさんであるとか、SAP を扱っているライフ&ワークさんっていうのは、自社で雇用で、自社の正社員として雇用っていうのを、定期的に、デロイト・トーマツさんは定期的にね、人材が欲しいってなったら声をかけてくれますので、募集が始まります。で、ライフ&ワークさんとかは通年で常に募集してますので、そういうね、応募するってこともできます。あと皆さんね、リクルートとか聞いたことあると思うんですけど、リクルートさんとかランスタッドさん、僕ら提携しておりまして、ここで卒業したデジタル女子として、普通は個人で登録して職を探すじゃないですか。だけど、ちゃんと SAP を学んだデジタル女子なんですよっていう位置づけで登録をすることができるように連携を取れますので、そこにもね、リクルートさんとかの場合は正社員とかの案件も多いので、そういった形でご自身で動かれる手助けっていうのもできますというところです。で、まあ先ほど言ったようにキャリアヒアリングを行った結果、プラットフォームに登録をしていただいて、僕たちの案件はほとんどが業務委託、ワークシェアリング型のお仕事です。ここの企業が案件を提供してくれてます。IBM さんとか、まあさっきの世界ブランドランキングにありましたアクセンチュアさんとか、もう本当、大手さんしかいないんですよね。で、この会社がなんで案件を提供してくれてるかっていうと、僕たちが女性活躍支援を創業以来ずっとやってることに対して、僕たちもその社会課題を解決したいです。女性の活躍支援をやっていきたい。だからこそ、マイヤさんと組んで、僕たちがお仕事を出しますと。で、はっきり言って4ヶ月でいきなり1000級の人材になれるか、スペシャリストになれるかってなれないですよ。だけど、もちろん仕事ができるレベルのスキルには上がります。ただ、スペシャリストになれる方はなれないわけですよね。ただ、この大手さんたちも、
そう、4ヶ月のデジタル女子のスキルをちゃんと理解した上で、それでも僕たちの活動に共感してくれて、取り組みにちゃんと理解をしてくれた上で、デジタル女子と仕事がしたいですって言ってくれてるんで、出してくれてるということです。なので、正規雇用の案件とか、マイヤーの案件も出しますけど、皆さんがご自身で自律的に判断をしていただいて、応募していただくということです。自分で立つ自律はもちろんのこと、自分を律する自律ということもあります。で、一般的には未経験の業界に飛び込むって、だいたいマイナビさんが出してるんですけど、内定率4.5%ですよって言われてます。で、僕たち、就労率、ここ下書いてあります。昨年のいとまですと100%です。一昨年の場合は60%で、卒業生が16名、昨年エピスエピコスいたんですけど、16名のうち僕たち卒業したら案件紹介してるんですよ。実際応募してくる人7名ぐらいしかいないんですよ。だから応募率44%です。で、この7名のうち全員応募したらちゃんとアサインされてます、昨年は。要は、卒業しても一定数応募しない人とか就労希望しない人もいるってことを理解してください。ね、4月、大体2月とか3月に卒業するので、4月からちょっと子供の習い事が急に始まりますとか、新生活始まりますとか、PTA が忙しいからちょっと今はみたいな人もいますし、そういう人もいるので、必ずアクションを取るってことが大事です。口パク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 って開けて待ってて、もう仕事なんて来ないです。自分が掲載された応募する、チャレンジする、これってダメだった、よし、もう一回応募する、違う案件応募する、みたいな、どんどんチャレンジ精神っていうのが非常に大事です。一般的には未経験4.5%の中で、他の自治体も合わせて非常に高い就労率持ってます。で、ちょっと戻しますけど、他の大手さんみたいに何百案件もうわーって載ってるわけじゃないんですよ。案件としてはそんなに載ってないです。だけど、就労率めちゃくちゃ高いんです。これなんでかって言ったら、何度も言いますけど、パートナーの企業さんが僕たちの女性の活躍支援に、この取り組みにちゃんと賛同して共感をして、マイヤーを信頼して発注してるから就労率高いんです。だ、要は数じゃないんです、質なんです。っていうところを僕たちはちゃんと売りにしてるというところです。で、SAP の学習はあくまでテレワークのためのきっかけだと思ってください。なんか SAP の案件じゃなきゃやらないよっていうのと、自分の可能性をギュッと狭めます。汎用案件もいっぱいありますとお話をしました。どんどんチャレンジをしてください。それで失注することもいっぱいあります。失注したら別の案件どんどんチャレンジすればいいんです。どん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 やる。で、フリーランスってみんなそうです。僕もです。全国のフリーランスもどんどん失注してます。僕も今月5件ぐらい失注してます。でも、どんどん、ああ、ダメだった。よし、こっちと応募しよう。ダメだった。こっち応募しよう。あ、おっしゃ、受注できた。よし、頑張ろう。あ、こっちも受注できた。頑張ろう。掛け持ちでやろう。みたいな。そういうのがフリーランスの働き方っていうところです。で、ワークシェアリングでいろんな人たちとも働きますし、学びも、コミュニティラーニングとしてね、みんなで学んでいくっていうこともあるので、本当にみんなで手取り合って、助け合いながら、学び、働くということです。なので、まあ、東京の人と一緒に働くこともあれば、チームを組んで、大阪の人とかね、北陸の人と沖縄の人、愛媛の人みたいなのがチーム組むこともざらにありますので、いろんな人たちとも出会えます。で、皆さん、もちろん初めは未経験ですから、未経験の壁をね、最初の一歩を仲間と一緒に踏み出してぶち破っていきましょうっていうのが僕たちの思いです。はい。で、卒業した人たちが大体就労する目安の時期っていうのが、大体2ヶ月、3ヶ月後ぐらいからわーっと就労してくる。で、就職活動とか転職活動と一緒ですね。最初からもちろん一発で決まる人ももちろんいますよ。ですけども、大体皆さん、チャレンジしてダメだったって慣れてみて、で、ああ、こういう PR のやり方の方がいいのかなって、こう試行錯誤して、だんだん2ヶ月目。これ、イートマンの1期生ですけどね。こういう感じになってくると。で、これが昨年、2023年の新規の契約の推移です。で、これ継続してね、3ヶ月ごとに継続してる人は入ってないんです。新規で決まった人たちの推移なんですけども、ここ注目、何を見てほしいかというと、3月、4月、5月は案件冷え込みます。で、相手も企業さんなんですよ。で、お勤めになったことがある方とか分かると思うんですけど、企業って大体3月末が決算だったり、年度末だったりするんですよ。で、向こうも予算を組んでもらって、この予算の中でマイヤーさんにお願いして、デジタル女子にお願いしたいってなるんですよね。で、4月って会社って人事異動とかあったりとかするんで、人事がちゃんと決まって、予算が決まってぐらいから、ぐわーって吹いてくるというようなところです。なので、案件も波があるんだよってことをちゃんと理解をしてください。相手も企業だから。で、僕たちはちゃんと太いパイプで案件紹介していきます。でも、このスキルで引き下げて転職活動するも全然いいですし、あと、ソーシャルマッチングのサービスとかね、登録するのも全然いいし、僕も登録してます。ランサーズとか、ココナラとか、クラウドワークスとかね、
ここならは聞いたことあるかな、得意を売るならここならと CM でやってるような、ああいうの要は仕事獲得サイトですよね。ああいうのといっぱいあるので、僕も登録してどんどんそういうところでやってる。基本的に例えばお勤めになったことある方は分かるかもしれないですけど、取引先が一社の会社ってないですよね。それで従業員の給料を賄える方は絶対無理なわけで、いろんな取引先がいるのと同じように、自分も株式会社自分なので太いパイプでもちろん紹介しますけども、ここの会社が今波でないなって言った時には別のところから仕事を取ってくるような自律的にどんどん動かなきゃダメです。多様な働き方を目指したいんですよね。時間自由に働きたいんですよね。自宅で働きたいんですよね。だったら自分が動かないと成功はつかめないっていうことです。そのぐらい甘くもないです。なので自律的に動くってことが本当に大事になってきます。で、僕も失注しまくって、どんどん応募しまくって、どんどん受注して、それを繰り返しです。はい。というのが世の中全般のフリーランス、多様な働き方をしている人たちということです。なので成功したい人はちゃんと受動的なマインドじゃなくて自律的なマインドを持っている人がみんな成功してます。どんどんチャレンジしてますということで、どんどんアクティブに動いていきましょうということです。はい。ちょっと長くなりましたが、ここでライフルさんのテレワーク×マーケティング基礎コースの説明っていうのをしてもらいます。ということで、一度画面共有を解除してライフルさんにお話をいただこうと思います。はいはい、よろしくお願いします。すいません、ちょっと話が長くなりましたので、いえいえ、はい、じゃあちょっとバトンタッチで画面共有をしていただいて、はい、今見えてますかね。はい、見えてます。それではよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。私、株式会社ライフルの秋葉と申します。今日糸満市様の授業の方でマーヤさんと一緒にテレワーク×マーケティング基礎コースを受け持たせていただきますので、そちらの説明をさせていただきます。まずはじめにですね、ライフルという会社、聞いたことないっていう方が多いかなと思うんですけど、このライフルホームズというお家探しのサイトを運営している会社です。このホームズくんはもしかしたら見たことあるかな。最近だと川口春奈ちゃんとかが CM をしているサイトになってます。で、こういったお家探しのサイトだけではなくって、事業で社会課題を解決していきたいというところで、さまざまな他の事業も展開しておりまして、で、今回ですね、お話しさせていただくのが、私たちはこのライフルファームという、事業になります。で、私はですね、このライフという会社に新卒で入社をしたんですけれども、1年ぐらいですぐ妊娠出産をしまして、もうキャリアのほとんどはずっと子育てしながらという形でした。今娘がですね、昨年大学に入りまして、ちょっともう子育てもだいぶ一段落かなという形なんですけれども、そうやって子育てと仕事を両立していく中で、こうとても大変なこともたくさんあったんですけれども、逆に良かったなっていうふうに思うこともたくさんあったんですね。で、それは例えば短い時間で働くからこその生産性の高さであったりとか、タスクの優先順位を決めて進めなくてはいけないので、タスクマネジメント能力だったとか、あとは急なお休みとか早く帰るってことも多かったので、そういった時に助けてもらえるようなコミュニケーション能力とか、そういった子育てしてたからこそ得られたこともあったと思っております。なので子育てと仕事の両立大変っていうばかりではなくって、こうハッピーに両立してほしいなと思ってこう立ち上げたのが今の事業になります。で、そのハッピーに両立してほしいんですけれども、ハッピーな両立の仕方って本当人それぞれだと思うんですね。今日は子育てだけじゃなくって、様々なことと両立したいとか、新しいキャリア挑戦したいと思っている方いらっしゃると思うんですけれども、理想の働き方とか目的っていうのは本当十人十色だと思っています。なのでまさに先ほどのマイヤさんのお話だったりとか、今日私たちがお話しする講座でスキルを身につけて、自分の理想の働き方を実現していただきたいなと思っています。でですね、そのライフルファームの仕組みを先にお話ししますと、マイヤさん の形式とかなり近しいところがあるんですけれども、子育て中の方々にライフルファームに登録を、弊社に登録をいただきまして、うちがさまざまな企業さんからお仕事を受託して、キッズスペース付きのオフィスだったり在宅でお仕事をしていただくというモデルで展開をしています。で、キッズスペース付きオフィスを持っているというのが一つ特徴になるんですけれども、現在ですね、5拠点持っていまして、ちょっとまだ沖縄にはないんですけれども、拠点のあるところでは、このようにですね、お母さん働いている横にキッズスペースを持って、お子さんいらっしゃるときはこうシッターさんに来てもらってっていう環境で働いています。
で、ただオフィスがなくても、もちろんネットとパソコンさえあればどこでも働けますので、現在北海道から沖縄までですね、300人ほどの方に登録をいただいて、お仕事をしていただいております。で、仕事内容はですね、どういったものがあるかというと、様々なものがあるんですけれども、一口に言うと一番大きいのは、事務のお仕事になります。で、例えばですね、私たちやはりホームズの会社ですので、そこに掲載している不動産会社様、全国今3万店舗ぐらいあるんですけれども、そこからのお仕事というのがメインになってきます。ですので、そういった物件情報をこうよくチラシとかに間取りとか書いてあると思うんですけれども、そういうものを見ながらサイトの管理画面に入力をしていくとか、そこに写真を載せて、家族の笑顔が見えるリビングですとか、そういったちょっとしたキャッチコピーを入れていくといった、そういった入力の業務があったりだとか、あとはですね、最近多いのはインスタグラムの運用代行のお仕事です。今企業さん、どこの企業さんもアカウントを作って、企業アカウントとして運用をしだしています。で、なかなか企業さんの中の人が手が回らないとか、女性の観点で運用していただきたいっていうニーズがとても高いので、インスタグラムの運用代行のお仕事かなり多くなってます。あとは記事作成ですね。企業さんのホームページに載せるような、ちょっとしたライティングが業務、こういったような業務を行っております。で、こういったことを現在事業として行っておりますので、そのノウハウを活かして、今回ですね、講座を開催させていただきます。先ほど少し説明がありましたけれども、私たちの講座の方は全5回という形になっています。講座期間としてはだいたい3ヶ月から4ヶ月程度という形です。で、各回ですね、90分から120分で、現地開催が1回と2回と5回。で、3回、4回に関しては、オンラインの開催となっております。で、ちょっと各回の詳しい内容をお話ししていきますと、この講座が終えた後に、本当に基礎的なことが、できて、私たちのところに登録をいただいて、まずは、入力だったりという基本的なお仕事から始めていただけるっていうところのスキルセットになっています。で、まず第1回目はパソコンと基礎講座ということで、お仕事を使う上での、パソコン基礎だったり、メールマナーだったりとか、あとセキュリティですね。とか、テレワークツールの使い方っていうところをお伝えしていきます。で、第2回はですね、ちょっとテレワークツールのところでさらに突っ込んだところで、先ほどお話があったスラック、チャットツールですね、仕事上で使うスラックを使っていったりだとか、実際にズームとかミートの詳しい使い方であったり、あとはですね、エクセルの Google 版で、Google スプレッドシートというものをテレワークで主に使っていくんですけれども、それの基本操作っていうのもお伝えしていきます。で、3回目、4回目は少し専門性の高い内容になっていまして、まず3回目は SNS の運用入門講座ということで、主に先ほどニーズがありますといったインスタグラムの運用代行のポイントっていうのをお伝えしていきます。で、ここに関しては、この3回目終わった後に実際に皆さんにプロアカウントっていうのを作っていただいて、最終回まで運用をしていただきます。インスタグラマーみたいな形になったつもりで、自分でアカウントの設計から始めて、投稿、そして数字、どれぐらいの人に見られて、どれぐらいの人がいいねをしてくれたかっていう数字が確認できますので、そういったものをレポートとしてつけていって分析までっていうのを行います。で、第4回がウェブライティング基礎講座。こちらも、ライティングの基本ルールをお伝えして、実際に宿題で書いていただくということを行います。で、テーマに沿って書いていただいたものを、私たちの、プロのライターが構成を添削をしてお返しをいたします。で、第5回にちょっと3回と4回の宿題の全体的な振り返りをした上で、5回全部経た上での振り返りと、この後それで何をする。やはり講座を受けて、疲れた、勉強したっていうふうに終わるっていうのが一番もったいないので、その後じゃあ何をするっていう具体的なアクションっていうのを考えていただく回になっています。
で、ポイントとしてはですね、先ほど森山さんからも話があったスラック、私たちの中でも使っていきます。で、この講座の連絡事項であったりとか、講座開催の間のコミュニケーションとか、そういったものはスラックを使ってコミュニケーションを取っていきます。で、SNS とライティングは実践形式の宿題になっておりますので、皆さんね、結構楽しんで、作っていただいて、今までで言うと、東北の釜石市で行った時はですね、東北で子連れで遊びに行ける場所を紹介するアカウントっていうのを作ってくださった方がいて、そのアカウントは今でもどん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 フォロワーが伸びていまして、まま多分運用していけば、そのアカウントでお金稼げるんじゃないかなっていうぐらいになっていたりします。で、ちょっと今日実際にその講座を受けた方の話っていうのはちょっとお伝えすることができないので、インタビューしたものをちょっと私の方からお話しさせていただきます。2人ですね。1人は静岡県下田市にお住まいの奥津さんという方です。で、奥津さんは移住してきてですね、地元企業で正社員をしつつ、今テレワーカーとしても副業で働いています。で、もう一人が島根県雲南市の安倍さんですね。で、安倍さんは大阪で働いてたんですけど、出産を機に辞めてしまって専業主婦だったところを、今、ライフルファームの方でテレワーカーとして働いています。で、奥津さんの方はですね、きっかけとしては、自分の会社でテレワーク導入したいっていうのが実は理由だったんですね。で、自分の会社でテレワークしてる人いないんだけど、出産を機に自分が在宅で仕事したいと。であれば、それ導入したいので、どういう方法があるのかっていうのを知りたいっていうので、うちの講座に出てもらいました。で、結果ですね、うちの講座でいろんなテレワークツールとかを学んで、会社に提案をして、会社でそういう Google のツールとかを導入してもらって、在宅をするってことに成功しました。で、彼女はそのか、正社員で、在宅しているだけではなくって、隙間時間を使って、今うちの方で登録ワーカーとして、いろんなお仕事っていうのをしていただいています。なので、もちろんフリーランスとして働くためっていうのもありなんですけれども、今もしお仕事していらっしゃる方は、そういうふうに、自社に持ち込むためっていうのも一つあるかもしれません。で、安倍さんの方はですね、すごく仕事の幅をどんどん広げていただきましたよっていう事例です。で、最初はですね、入力業務、先ほどお話しした物件の入力業務とかから始めていただいたんですけれども、非常に安倍さんはやる意欲、前向きな意欲が高くって、誰かできませんかって言った時に、まず一番に手を挙げてくれるとか、何かあった時にすぐスラック上で返信をしてくださるとか。で、お仕事も、納期よりずっと前倒しで進めてくださるっていう、すごく姿勢が、前向きな姿勢だったので、私たちも安心してお仕事をお願いできるな、ということで、どんどん仕事の幅が広がっていきました。で、入力業務から始まったんですけれども、今では雲南市の自治体さんから依頼されている、雲南移住したい人向けの情報発信業務として、SNS の更新や、ブログの更新をしていたりだとか、あとはその他、企業さんのメディアコラムの入稿業務であったりとか、あと他のメンバーの方を教えるという、教えたりとか進捗管理するっていうディレクション業務等も行っているのと、ちょっと趣味で、お子さんの野球をのビデオを撮るっていうのが趣味だったので、そこから動画制作の業務にまで広げています。なんで、こういうふうに、講座を受けた上で、ぜひ自分でも、じゃあ、例えばそれを会社に持っていこうとか、導入させてもらおうとか、どんどんお仕事の幅を広げていこうっていうふうに考えて、講座を受けていただくと、より多くのことをつかんで自分に活かしていただけるんじゃないかなと思います。で、これ講座実施後のアンケートなんですけれども、非常に満足度が高い、もう、かなり満足や満足で全部100%になっております。で、その後の仕事の開始の割合なんですけれども、一部ですね、副業は禁止だったりとか、ちょっとまだ子供が小さいっていうので動けそうにないっていう方いるんですけれども、大体6割ぐらいの方が仕事開始に向けて動いていただいています。で、アンケートのところにでもですね、仲間ができたので力強いですっていう言葉が、結構多くありました。やはり実際オフラインで、集合研修やりますので、そこで仲良くなっていくケースっていうのは非常に多くあります。
あとは転勤があって長く働けなかったんだけれども、このテレワークというこうスキルを身につけて、転勤があってもキャリアアップできるって希望が持てました。そういったようなお声もいただいています。で、講座後の流れになるんですけれども、講座終了後はですね、私たちの方でも終了キャリア面談っていうのをさせていただいています。うちの方はですね、そこで何かテストをするというものではなくて、基本的に講座全部受けていただければ、基礎的なスキルはついているということで、皆さん登録をしていただけます。でキャリア面談ではご希望の働き方とか、そういったものをヒアリングさせていただきます。でその後ですね、非公開のコミュニティがありますので、そちらに入っていただいて、随時案件が、さまざまなお仕事募集というものが流れてきますので、それに対してご自分で手を挙げていただく仕組みになっています。でやはり月に例えば80時間ぐらいっていうものもあれば、あとうちの場合は入力業務とかで例えば1000件あるものを10人でとかっていう感じで、かなり大人数でやるものもありますので、ご自身の本当に月働きたい時間、少ない人だと実は20時間ぐらいとか、そういう方もいらっしゃったりします。そういう時間、希望の時間や内容に合わせて手を挙げていただくことができます。で案件に手を挙げていただいたら、人数が多い場合はちょっと先行にさせていただきます。で、アサインが決まったら、ほとんど、事務系の場合はクライアントとの面談がありますが、ないケースもあります。で、そういった選考を経て、最初の、マニュアル等のご説明というキックオフのミーティングがあって、そこから仕事開始という形になります。で、マイヤさんの方と同じでですね、うちの方も必ず案件ごとに、いろいろと進捗管理だったりとか、質問に答えるディレクターというメンバーがつきます。なので初めての方でも安心をして、お仕事、テレワークのお仕事をしていただけるんじゃないかなと思います。ざっとですね、ちょっと早口になりましたけれども、私たちの講座のお話は以上になります。ぜひ皆さんとですね、講座だったりその後のお仕事でお会いできるのを楽しみにしておりますので、ぜひご応募いただければと思います。はい、じゃあ私からの話以上になります。秋葉さん、どうもありがとうございました。ね、コースは全然特徴が違ったりとかもしますので、自分にはどっちが向いているかなとか、どこだったらチャレンジできるかなってご判断いただいて、お申し込みいただければいいかなというふうに思ってます。ありがとうございます。はい、じゃあ残りの続きの話を、していきましょう。はい、今ね、まさにテレワークマーケティング基礎コースの説明ということで、ライフルさんにお話をいただきました。はい、じゃあ続きいきます。募集要件、募集要項ですね。はい、今回前提条件がいくつかあります。まず、糸満市在住の女性であることが前提です。そして成人以上です。18歳以上で、上限の年齢はありません。ありません。IT 業界は年齢関係ないので上限はありませんと。で、携帯のキャリアのメールアドレスの方は基本的に NG とさせていただいてます。プライベートでお使いになる分にはいいんですけど、ビジネスにちょっと向いてないです。それこそ、お仕事すると結構そのメールで添付ファイルを送るとかってもあると思うんですけど、こういうものも上限が何ギガまでみたいな、何メガまでみたいなあったりもしますし、あと法人さんからのメール結構弾かれちゃうんですよ。こういう説明会の申し込みフォームでお申し込んだ時も、皆さん返信メール来たと思うんですけども、そういうのも弾かれちゃうみたいなことがあるので、プライベートでお使いになる分にはいいんですけど、ちょっとビジネスには向いてないですと。で、もしそういうアドレスしかないよって言った方は、Google のね、Gmail 取ってもらえるといいかなと思います。無料で作れます。Google スペース、メール作成みたいな、アカウント作成とかでググってもらえれば作れますので、で、セキュリティもね、担保されてますので、ぜひそちらをお作りください。で、すでに持ってるよって方も、仕事とプライベートは絶対分けた方がいいです。メールね、混在してしまって、そのメール見落として評価下げるのって本当もったいないと思いますので、お仕事用にね、皆さん判別するのはメールアドレスで判別しますので、メールをこれを機に作っていただくっていうのも一つのやり方です。で、作る際なんですけど、これ僕の経験値からのアドバイスなんですけど、ミッキーマウスラブみたいなアドレスはやめた方がいいです。はい。プライベートで使ってもらう分には全然いいんですけど、
お仕事するにあたっても相手どんな人かもわからないです。若い人かも、年齢が上の方かもわからないし、性別ももちろんわからないわけじゃないですか。ですので、なんか、ね、スキルがあって、そういうところで何この人って評価を下げてしまうのって本当にもったいないことなので、山田花子さんとかだったら、花子ドット山田ドット、西暦じゃないんだけど、とか、花子ドット山田ドットビジネスとか、なんかあなたってわかるようなもののがいいと思います。で、あと右ですね、パソコン条件、基本的には、SAP コースに関しては、Windows のパソコンだけになります。これ、Mac は使いません。ただ、テレワークマーケティング基礎コースに関しましては、Mac は可能ですので、ご自身でご判断ください。よろしくお願いいたします。はい。で、大動脈です。インターネットの通信条件、これはもうめちゃくちゃマストです。学習中もオンラインで学習するっていうこともありますし、ましてやテレワークで働くってなったら、通信環境ね、安定的な Wi-Fi であるとかインターネットの環境ってもう本当に重要になってきます。タクシーの運転手になりたいけど、タクシー、車持ってませんって言ってるのと同じぐらい、もう生命線です。はい。で、ここ推奨の回線速度書いてあります。上り、下りって書いて、10Mbps から 30Mbps って書いてありますけど、これ、はにゃって感じじゃないですか。上りと下りってよく言うんですけど、僕たちが SNS に写真投稿するとか、写真を送るっていうのは、これまさにインターネットにデータをアップロードするので、上りってことです。で、SNS、例えば YouTube 見るとか、SNS の動画を見る、写真を見るっていうのは、これまさにダウンロードっていうあれです。で、もちろん、この速度わからんよってなると思うので、これ、お申し込みいただいたサイトのところから、回線速度調査はこちらっていうのは赤いボタンがあるので、これポチッと押すと、こういうサイトが立ち上がります。で、ここ測定開始っていうと、うにょにょにょって計測してくれます。で、この計測が終わった後に、ウェブサイトの観覧は普通だよとか快適だよとか、動画のね、ものは快適だよとか、こう出てきます。で、ビデオ会議とかね、こういうのも快適で出てきますので、これがまあ普通とか快適だったら大丈夫です。ここがそうじゃないと、我々がもう、担保できません。保証ができないです。例えば共通学習プログラムの中で動画を再生して学びたいです。でも動画が読み込めません。速度が遅くて。これは保証できません。言いましたよねっていうところで納得していただいた上でお申し込みをしていただくので、これは、で、ましてはお仕事になってくると、本当にこれ、クライアントに迷惑がかかることになりますので、もうこれは逆に言うと絶対必要な通信速度ということになりますので、ご自身で必ず用意をしてください。で、今回募集人数ですね、全体30名で SAP コースが15名程度、テレワークマーケティング基礎コースが15名程度ということになります。で、これ、申し込みの人数によって多少、それぞれのコースで前後することはあるかもしれないんですけども、全体としては30名。で、今回の受講費用は、1、2期生もそうですけども、無料になります。はい。で、本来論で言うと、これ、もっともっともっと、お金かかるんですよ。すっごいお金かかるものです。で、それこそ SAP コースなんかは20万近くかかります。だけど、これ、糸満市さんが、やはりその市の事業費の中で受講費を賄っていただけるんですよ。ですので、自治体さんによっては全額自腹で払って受けてるっていう方もたくさんいらっしゃいます。ですので、こんな機会ないので、本当に、ただだからいいやじゃなくて、こういう自分の可能性を伸ばすコースがね、それぞれありますから、こういう機会に逆に言うとね、明日の自分を変えてみようって思って、ぜひお申し込みいただければいいかなと思います。で、SAP コースに関しては救済措置があります。仮に4ヶ月の学習期間の中で終わらなかったよとか、認定試験落ちちゃったよっていった方向けには、これは優勝になるんですけども、延長受講というのが1ヶ月間だけあります。1ヶ月間 e ラーニング受け放題で、再試験を受けることができます。これは、税込みで2万2000円。で、決済方法がクレジットカードのみになりまして、Visa Master JCB Amex Dynance、デビットカードも使えることができます。はい。で、このカード決済に関しましては、領収書の発行しておりません。ご利用のね、カードの利用明細であるとか、決済完了しましたよとメールが飛びますので、まあ、そういうのが領収書代わりになりますので、それで対応してください。で、卒業生インタビューということで、SAP コースの卒業生とかね、結構お申し込みいただいたところにもメニューに載ってますので、ぜひね、お暇な時に見ていただけるといいかなというふうに思ってます。はい。で、全体スケジュールです。ね、もう残り、少しです。9月の1日までがお申し込みの期間になります。
本当にもう残り時間わずかです、お申し込みね、今回は糸満市さんが全額負担もしてくれてます。こんな機会ないのでぜひねお申し込みいただければいいかなというふうに思ってます。で、9月の2日から6日までが選考期間になります。これはもちろん定員がございますので糸満市様と協議の上選考させていただくというところです。で、選考基準に関しては申し上げることできませんのでご了承ください。で、合否の発表が9月の9日月曜日にメールでお伝えします。お申し込みもメールしてもらうということで、お申し込みフォームにちゃんとメールアドレス入れていただいて、そのメールにお伝えします。なのでメールアドレス絶対間違えないでください。間違ったらアウトです。連絡取れなくなりますので、せっかく選考で通ったのにメールアドレス間違ってたって言ったら大変なことになってしまいますので、必ずメールを確認をしてください。で、一応9月の9日から13日まで一応ね合格された方にはちゃんと意思の確認します。ね、合格になりましたけどちゃんと意思ありますかって再度確認をしますので、そこで意思の確認が取れた方は先に進んでいただくというところです。要は仕事になるとメールとかも使いますので、ちゃんとメール見ておいてくださいね。はい。で、9月の16日から月末までは我々の環境準備期間にあります。皆さんに受けていただくための環境用意を我々でしますので、よろしくお願いします。で、受講開始後のスケジュール、詳細のスケジュールは、10月の1日から約4ヶ月間。で、ライフルさんのスケジュールは先ほど公開されてましたけど、各5回で日にちが決まっておりますので、ぜひその日に、ご参加くださいということになります。これ SAP コースの受講期間ですね。10月の1日から2月の10日までということになります。はい。ということで、スペシャル企画ご用意しております。SAP のね、先輩になりますけども、SAP 女子にキックロストーク座談会ということで、荒垣舞さん、小名手夏子さんに、本日はお越しいただいております。じゃあ、ちょっと一度画面を解除しましょうか。はい。荒垣さん、小名手さん。はい。こんばんは。お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、ちょっと自己紹介、じゃあ荒垣さんから簡単によろしいですか？はい。私はですね、今現在マイヤでお仕事させていただいてるんですけれども、それ以前は糸満デジタル女子の1期生としてSAP のコースを受講しておりました。で、働き方としましては受講する前は大阪と京都の百貨店で化粧品の販売員をしていましたので、まあ、デジタルにはこう縁がないようなお仕事をさせていただいておりました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ小名手さん、すいません、簡単に自己紹介お願いします。はい、私は沖縄市の、第1期生として SAP コースを昨年度終了させていただいて、で今はですね今年の4月からこのマイヤの、こういった自治体を一緒にこうサポートさせていただく側に回らせていただいて、参画メンバーとしてこう携わらせていただいております。小名手夏子と申します。はい。で、私はもともとですね在宅で実際仕事はしてたんですけども、ただそのマイヤの存在は知っていたので、そのキャリアアップのためにそのどうしてもマイヤでこう SAP コースを受講して、その新しくその自分に合った仕事をしたいっていう気持ちが強かったので、それでその昨年度たまたまその沖縄市の方から応募が出たので、そこで応募させていただいて、で昨年は私は受講する立場だったので、そのオンライン説明会もこのようなオンライン説明会に実際に参加させていただいて、まあ今見ていただいている方と同じ立場だったので、はい、すごくなんというか不思議な気持ちです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。クロストークということで、多分ね、これからお申し込みされる方、不安に感じている方、将来どうなんのとかね、学習ってどうなのっていう、まだまだ疑問不安に感じている方もいらっしゃると思います。で、クロストークのテーマとしては大きく3つご用意しております。で、まず1つ目っていうのが受講前ですね。まさに今皆さんお申し込み直前の皆さんのこと。なので、荒垣さんとか、小野さんが受講前感じていたこととか、
思っていたことをちょっとお聞きしていこうかなと。そして受講中のこと、受講始まってから受講期間中の中での心境の変化であるとか、そういったものを聞いていこうと。そして卒業後今働いてみてどうなの、テレワーク実現してみてどうなのっていうようなところを聞いていきたいと思います。でまず受講前のことですね。今ね、荒垣さんなんかも化粧品のなんて言いましたけども、受講前の働き方、今ねお話ありましたけど、参加しようと思った動機とか、今ね、小夏さんも簡単にお話しましたけど、あと、プラスアルファ、なんかこう、デジタルとか、コンピューター触ったことあんのみたいな、ちょっとデジタルには慣れてましたみたいなことをちょっとお聞きしたいんですけど、荒垣さん、どうです？そうですね、私は先ほどお話ししたように、化粧品の販売員というお仕事をしておりまして、で、この受講するきっかけ、というかもその前の段階にはなるんですけれども、勤めていた百貨店がコロナ禍で休業になることがありまして、その環境に左右されない働き方をしたいなというところをずっと思ってました。で糸満に戻ってきたのタイミングで、ちょうどその糸満デジタル女子の募集があることを知ったので参加しようというふうに思ったという形になります。ちなみにその第1期生の情報として何で知ったんですか？LINE ですね。LINE、琉球新報かの LINE で私は知りました。はい。どうなんですか？なんかパソコンは触ったことあるよとか、そういったところは。パソコンはその仕事で使ったことが全くなかったので、だから文字の入力ができるレベル。ワードとかエクセルとかも使ったことがないようなレベルでした。なるほど。そういった方でもチャレンジをして一生懸命頑張ればできますよっていったところでもありますね。ありがとうございます。コナテさんはいかがですか？私も先ほどお伝えはしたんですが、もともと在宅で働いてはいたんですが、テレワークして。ただ、その以前は5年ほど前とかはそのオフィスワークを主にやっていて、派遣会社だったりだとか、そういう契約社員っていうのを転々としながら、子供もちっちゃかったので、なので、職を転々としながら、やっと在宅の仕事にはたどり着いたものの、やっぱりその時間的なことだったり給与の面だったり、もっとキャリアアップしたいっていうことで、沖縄市からその応募が出ていて、応募させていただいたという形です、なるほど、ありがとうございます。多分皆さんね、お申し込みの前不安な気持ちだったり、多分ね、お二人も多分当然同じだったと思いますので、今会の最中でも構いませんので、お二人に聞きたいこととか質問したいことあったらどんどんチャットに入れていただければね、お答えしていただけると思いますので、よろしくお願いします。じゃあ続いてはですね、受講中のことちょっと聞いてみましょうか。4ヶ月間ね SAP の学習してみて、こういうとこ苦労したんだよなとか、苦労したこと、e ラーニングの学習においても SAP においても苦労したことであると、逆になんか学習してみてこういうとこ良かったよとか、なんかあと、SAP のコースに関しましては結構その学習時間長いじゃないですか、ね、4ヶ月間120日の中で、180時間とか190時間ぐらい、個人差は多分あるでしょうけどやるっていうこともあって、多分自分なりに多分勉強する時間をちゃんと作ったりとか、何らかの勉強法のとかコツみたいなのが多分あったと思うんですよね、当時。なので、その辺いかがですか？じゃあ続いてコナテさんから聞いてみましょうか。苦労したこと、逆に良かったこととか、勉強法のコツみたいなのあります？子供もいたので、ちょっとその何て言いますか、ゴールデンタイムはちょっと勉強ができず、やっぱり夜中にやるというところですね。あとその勉強時間を確保するのは苦労はしたんですが、最終目標は絶対完走したいっていうのはあったので、ちょっとそこを目指して、頑張りました。じゃあ夜中に勉強されてってことですか？そうですね、夜中が多かったですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。荒垣さんなんかどうですか？そうですね、苦労したことはそのパソコンを触るっていうことにあまり慣れていなかったので、その SAP の操作を見ても自分が今何をしているのかっていうのをこう掴むまでにちょっと時間がかかったかなっていうところです。いつを勉強されてたんですか、その時は？
そうですね。私はちょうど退職したタイミングだったので、もうできる時に詰めてやるっていうスタイルでやってました。なんか僕なんかもちょっと気になるのが、もちろん一生懸命勉強して時間をかけてやるっていうのも大事だと思うんですけど、やっぱ休むってことも大事じゃないですか。オンオフを作るとか、まあ今日はやめようとか、そういうのも多分あると思うんですけど、その辺のなんかこうメリハリみたいのは、コナテさんとかどうですか、つけてました？あ、そうですね。やっぱ長時間やってても頭に入らないので、夜中やってるとはいえ、まあ1時間だけやるとか、集中できる時間だけ追い込んで、あとはやらないと決めてたらやってはいなかったんですが、ただちゃんとその学習計画がその参考になるものがあったので、それに合わせて自分でペース配分をしてたっていう感じで。ありがとうございます。新垣さんはどうですか？オそうン、オでフ。すね。やっぱりどうしても4ヶ月間っていう期間があると、やる気が起きない時っていうのはあるので、そりゃそうですよ ね。その時はもう思い切って休むとか、そうですね、こなてさんもおっしゃってたようにメリハリをつけることが大事かなと思います。ありがとうございます。で、学習期間4ヶ月間ね、みんな、2人ともちゃんと完遂というかね、最後まで駆け抜けて合格されたということなんですけども、まあ、振り返ってみて、なんか率直な感想とか、ね、多分サポーターの人たちとかもいたと思うんですけども、何かこう、そういうところでも感想ってありますか？どうでしょうか？じゃあ、新垣さん聞いてみましょうか。はい、そうですね。この試験に向けて勉強するっていうのが学生の時以来だったので、そああ、のなる受ほど。講を終えて、まあ、試験に合格してっていうタイミングでの達成感はすごく大きかったかなと思います。あとはこう仕事をするに向けて一歩踏み出せたのかなっていうところで喜びもありました。ありがとうございます。コナテさん、なんかどうです？いや、初めまあ、4ヶ月っていう期間やってる間は自分ではちょっと長い感じはしてたんですけども、やっぱり初めは全く内容入ってこず、自分が理解できてるのかすら分からずっていうことが結構あったんですが、ただ一緒にやってる勉強している仲間だったりだとか、スラックのそのチャットツールに慣れてくると、その質問もどんどんできるようにはなってきたので、最後の方は結構、試験に向けて頑張るっていう意欲はあったかなっていう感じですね。サポーターの方たちはちゃんと丁寧に教えてくれました？あ、そうですね。割と、わからないことを質問、わからないことがわからないっていうことを、ざっくり質問で投げても、まあそう拾ってくれて返してはくれてたので、だいぶサポーターの方がいて助かったなっていうところはあります。ありがとうございます。今ね、ちょっと質問来たんですけど、まあ、お答えできる範囲で構わないんですけど、お伺いしたいのですが、受講する際に、お二人とも子育てや介護と両立をしながらの受講だったのでしょうか？また差し支えなければ構わないです。受講時の年齢なども教えていただけますと嬉しいです。ということです。どうですか？荒垣さん、どうです？そうですね。私は独身なので子育てとかはなく、もう比較的学習に集中しやすい環境だったのかなというふうに思います。ただ昨年度の受講生とかを見ましても、子育てと介護と両立しながら学習を頑張られてる方もたくさんいらっしゃったのそうで、ですね。はい、ぜひ挑戦していただければなというふうに思います。ありがとうござい年ます。齢に関しては、私が今30歳なので、28か29ぐらいで受講してました。ありがとうございます。コナテさんはいかがですか？私は子供がまあ、昨年なんですけど、当時小学校5年生と6年生で、結構2人とも部活やってたりとか、習い事やってたりとかの送迎もありつつ、私自身も仕事もしながらの受講だったので。なので、そうですね。あとは、年齢ですと30、その時が8ですかね。で、受講はしました。ただ、同期の方に60代の方もいて、その方ともよく、まあ、個人的にもやり取りをしたりして、お互い励ましながら乗り切ったっていう感じです。はい。
本当に先ほど30代から50代ぐらいの人が本当に多いんだよって話を、ね、しましたけども、本当年齢、例えば20歳だろうが80歳だろうが、学びってやめた時に多分老人になるって僕は思ってるので、本当にその時に頑張るって年齢は関係ないなっていうのは本当に受講生の皆さんも見てて本当に思うことですね。自分をアップデートする、学ぶっていうことに関して本当に皆さん一生懸命になっていらっしゃるという印象でした。ありがとうございます。はい、じゃあ最後ですね、卒業後、まあね、多分ね、コナテさんなんかはテレワークをやったことがあるなんていう話もしましたけども、まあ、また仕事の職種もまた変わるでしょうし、まあ、荒垣さんなんかはパソコン全然触ったことがないところから、まあ、今まさにテレワークとして、ね、テレワーカーとして働いてるっていうところもありますので、まあ、その卒業後、例えばなんか、もちろんライフスタイルって変わってるはずなんですよね。で、もちろんお仕事面だけじゃなくて、ご家族の反応だったりとか、そういった部分でも何かご家族からもこう言われたよとか、ご自身でもこういうふうに変わったよみたいなのがあったらちょっと教えていただきたいんですけど、荒垣さんいかがですか？そうですね、まあ、リモートワークっていうところで、もともと自分が何でしょう、憧れていた働き方を実現することができて、がすごくなんかこう自分の時間も取りやすくなったっていうところと、理想の働き方ができているので、もう継続して働き続けたいなっていう意欲が今もあるのかなっていうところです、うん、気持ち的に前向きに働けるようになったのかなっていうふうに思います、うん、なるほど、ありがとうございます。コナテさんなんかいかがですか？私も今この実際にその、SAP コースを修了して、でこのキャリアカウンセリングというか、させていただいた後に、うん、あ、こんな就労がこういう感じでたくさんあるんだっていうのも知れたのと、うん、でこっちがなんか、自分に合った働き方のものを選んで応募ができるっていうところがとてもメリットがあるなって思って、うん、で今も実際にその新しく4月からこの毎朝ここで参画させていただいてることも、うん、すごい自分にの生活スタイルに合っているなっていう働き方が出てできてるので、うんうんうん、はい、そういった意味ではだいぶ同じ在宅とはいえ働き方、時間の使い方だったりすごく効率的にできてるなと思います、うん、まあそうですよね、移動時間がなかったりとか、そういったものでも大きな在宅ワークってメリットだと思いますね。例えば一つ屋根の下で暮らしているご家族の反応とか、でもコナさんなんかお子様いらっしゃるからなんかこういうふうに言われたよみたいな、ママ最近あれだねみたいな、そういうのあったりします？どうですかコナさん？あ、まあ、そうですね、多分余裕ができたのか、前より怒らなくなったねっては言われました。あ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。どうですか、荒垣さんなんかもご家族の方から、なんか、家で働いてるってことが、多分ご家族の中にとっても、多分なかったと思うんですけど、反応とかはどうですか？そうですね、なんか、私の場合両親もリモートワークしたいっていうのを昔話してたことがあって、ああなるほど、はい、それをなんて言うんでしょう、まあ、応援してくれてたのかなっていうのは感じます。うーん、なるほど、そうですよね、やっぱり家族との距離って本当に近い、接する時間が多分多くなるんで、それこそ僕なんかもずっとテレワークで働いてますけども、本当すぐ裏に子供がいたりとか、パパ宿題見てみたいなのもあるし、それこそこう説明会とかで喋ってる後ろで子供がラーメンすすってるみたいなことも日常的にあったりもするので、本当に不思議な感覚で働いてるな。ただその代わりやっぱり会話は増えたりだとか、接する期間っていうのも増えるので、本当にライフスタイルってこういうこともあるなんだなとか、楽しいなって思えるのがまさにテレワークの働き方かなっていう、まあ運動不足とかそういうのはありますけどね、はい、デメリットもあるかなというふうには思いますけども、ありがとうございます。はい、ということで、もう質問来てるかな、どんどん聞いてみたいことあったら、せっかくの機会なのでね、聞いてみてください。先ほどの説明会の中で現地研修で連絡先交換時にオフラインでコミュニケーションを取られたとありましたが、実際どういった形でコミュニケーションを行っていたのか教えていただきたいです。あ、小夏さんとかありましたけど、どうですか？
研修で出会った方とのコミュニケーションとか、うん、研修で出会った方ですね、うん、あ、これはまあスラックでも撮ってましたし、うん、スラック内でもその皆さんでその撮りはしてましたし、あとはその LINE とかのツールを使って直接やり取りした方もいました、うんうん、なるほど。まあ、あのスラックの中にも雑談チャンネルみたいなのもあったりもするので、そういったところで会話をするっていうのもあるかもしれないですね。あの結構僕なんかも講師として参加してるとお見受けすると、まあ、もちろん人にもよりますけど、LINE 交換をしたりとか、そこでグループを作ったりっていう方も多分いらっしゃる。で、やっぱ、この糸満は研修が、集合研修が3回あります。で、やっぱり1回目、そして2回目なんかの時は、あの結構会場に行くと、ああみたいな、なんかそういう会話も出てたりするので、本当なんか回を追うごとに皆さんとの距離、皆さん、受講生同士の距離もどんどん縮まってるかなって印象結構ありますよ。うん、ありがとうございます。じゃあちょっとお二人にはこのまま参加をしていただいて、質疑応答のお時間になります。ライフルさんへの質問もいいですし、我々 SB コースの質問もいいので、何かね、やっぱ疑問、不安は、なくした形で、書いていただきたいので、ご質問等がある方は、ぜひね、チャットでもいいですし、もう今ね、一通りお話終わったので、マイクで音声で話してもいいですし、どちらでも構いませんので、ぜひよろしくお願いします。で、この説明会開催にあたって、事前にちょっと質問いくつかいただいてました。で、まずそれをちょっとご案内したいなと思うんですけども、50代でも受講できますか？これもちろんできます。全然関係なくできます。50代の合格者もたくさんいらっしゃいますし、頑張ってる方も60代の方もいらっしゃるということです。で、あと今月から糸満市民になったものでも申し込みが可能ですか？おそらく住民票をちゃんと写してれば大丈夫だと思います。そこは、で、もちろんこれ、糸満市さんの委託事業でもあるので、本当にちょっと気になったら、糸満市に問い合わせをしてみてください。そこではっきりすると思いますので、よろしくお願い。多分電話一本で解決すると思います。はい。受講するにあたってレンタルできるパソコンなどはありますでしょうか？これも、糸満市さんにちょっとご確認していただく。我々の方ではちょっとご用意をしてないので、糸満市さん、場合によってはレンタルできるパソコン、それで、持ってるとかっていう可能性もゼロではないと思いますので、お問い合わせいただければいいかなと思います。ただレンタルしてもやはりその働くってなった時どうしてもやっぱ必要になってきます。パソコンはね、必要になってきますので、まあ、いずれはやっぱ買わなければいけないものであり、やっぱテレワークイコールパソコンで仕事をするってことになりますので、基本的に仮にこれレンタルができたとしても受講期間中とかだけだと思いますので、やはりその先々購入の予定は立てた方がいいのかなと思います。でも、新品のパソコン買う必要ないと思いますので、中古とかでも全然いいと思います。はい。どうでしょうかね。ご質問等ある方が言えば。はい。お疲れ様です。2件ほどお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。マーケのコースでも、卒業後にマヤさんのプラットフォームとかに登録することはできるのでしょうか？はい。ですね、一応各コースごとに就労先というか、ご紹介先が異なってくるので、テレワーク、はい、デジタルマーケティング基礎コースの卒業生に関しては、大変申し訳ないんですけど、我々のキャリアサポートプラットフォームには登録ができない位置づけになりますので、そこだけご理解の上ご了承ください。はい、ありがとうございます。もう一件なんですが、一昨年でしたりとか、昨年の応募者数はどのくらいでしたでしょうか、人数については。それですね、大変申し訳ないんですけど、そこはね、機密情報でもお伝えすることできないんですね。ただ、定員上回っておりました。そこだけはお伝えできるんですけども、何名ぐらい来ましたとかっていうのは、ちょっと、お答えすることできないんですね。ありました。ありがとうございます。はい、なので、選考が入りましたっていうことだけは、ちょっとお伝えできるかなというところです。はい。どうでしょうかね、他の方。音声でもいいですし、チャットでもいいです。で、一応、お申し込みいただいた、ウェブサイトのところによくある質問みたいなのもありますので、これも同じように受講中、受講前、受講後みたいなので、よく我々が受ける質問、ここに書いてあったりもするので、それも、ぜひね、読んでいただけるといいかなと思います。で、今ね、ご案内している受講
の申し込み、今回でちょっとやってみたいよって言った方はですね、9月1日までになります。もう残り時間ほんとわずかなので、 QR コード読んでいただいて、スマートフォンでもお申し込みできますから。で、あのお申し込みのウェブページの方からでも、あのお申し込みはこちらとバナーが追いかけてきますので、そちらからもアクセスできます。で、お申し込みフォーム結構細かいこといろいろ聞くんですよ。ですので、あの本当に 2,3 分で終わる申し込みフォームではないので、体感だと15分以上かかるかなと思うので、お時間があるときで構いませんので、ぜひお申し込みいただけるといいかなと思ってます。まあ、アクション取らなきゃ多分ね、これせっかく無料の機会なので受けることもできませんし、その先ね、あのテレワークでの仕事の実現ってのもできないと思います。卒業しても自分でね、ライフルさんもそうですし、我々もそうですし、案件にちゃんと応募するっていうね、自分で自走するっていうことが本当に大事になってくるので、あのね、どん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 やる気のある方お申し込みいただければいいかなと思ってます。今ね、ちょうどうちの荒垣の方から、ちょうどそのね、チャットのところにね、あのウェブサイトであるとかお申し込みフォームとかっていうのも含めて、画面にね、共有をさせていただいておりますので、ぜひぜひ、やっていただけるといいかなと思ってます。どうでしょうかね。ちょうどね、お時間がちょっと過ぎましたけども、ご質問ある方は残って、僕も残ってるので受けられますので、で、ご質問がない方は、お手数なんですけども、本日のご感想をチャットにちょっと一言添えていただいて、各自ご退出いただいてもよろしいでしょうか。はい。ということで、一応、一旦区切らせていただきます。本日のオンライン説明会以上になります。夜のね、大変お忙しい、時間にね、2時間お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。以上になります。